まあ、僕ら漫才協会っていうとこに入ってまして、普段浅草とかでこうホームをスタジアムでこうやってるんですけども、内海桂子師匠っていうのが僕らの師匠なんですよ。86歳で昭和13年から漫才やられてる、もう多分日本でもトップの、まあ、漫才の今一番長い、ね、でまあ吉江師匠お亡くなりになりまして、まだ一人なんですけど、もう精力的に舞台に立ってやってるんですよ。で僕らが師匠に弟子入りしたのが6年前に弟子入りしたんですけども、その時に師匠がいつもですね、持ち時間を守らないんですね。で大体浅草の寄席って15分で降りてこなきゃいけないんですけど、まあ、師匠が最後の取りっていうこともあって、多少は伸びてもいいんですけど、もう40分ぐらいやっちゃう時あるんですよ。すごいんだ。お客さんとかもやっぱり師匠の話なんで、もう帰りたい人もいるんですけど、その帰れないんですよやっぱり。まあまあね、で師匠もだんだん乗ってきて、まだいいよねみたいな感じでどんどんやっちゃうんですよ。それでこうそれを止めるのは弟子の仕事なんだっていうふうに言われまして、で入った時どうやって止めていいかわからないんですよ。ほんで師匠っつって、袖からもう時間ですっつって、もう全然無視して、もうずっとこう漫談をやり続けるんですよ、三味線弾きながら。でこれどうしたらいいんだろうと思って、であんまりでかい声で言っても他のお客さんに迷惑かけちゃいますからって悩んでたんですよ。だから今桂子師匠ってほとんどそのマネージャーがこう身の回りの世話をやってまして、そのマネージャーっていうのが旦那さんなんですね。師匠何年か前に26歳年下の旦那さんとこう再婚っていうか結婚しまして、まあ、その人がずっと袖にいてこうや指示出したりしてるんですよ。でその人が僕らいた時なくて、でもう初めてその人がいて、で僕らいつも止めれないんですけど、師匠どうやったら持ち時間止めれるんですかって聞いたら、その旦那さんが、あそっか教えてなかったもんねって言って、じゃあ今から止めてあげるよっつって、で師匠やっぱり40分ぐらいやってるんですよ。そしたらどうやって止めるのかって言ったら、袖にあった大きな懐中電灯があるんですけど、これをこう横から顔面にぶち当てて顔にこうガーッと当てるんですよ。で師匠こうやってこんなんなるんですよ。ほんでこんなんなって、お時間が来たら終わりたいと思います。そんな大師匠が、これでやめる、目くらまし的な、うちの骨拾いがやめろと言ってますので、全然お客さんに分からんように分からすんでもないねや。お客さんも結構もうここにキラリライトが当たって明るくなってるんで、面白いな。話も尽きないからね、大将ね。まあ僕たけし軍団入ってもう20年経つんですよ。ああそうなるんや。たけしさんの前出るといまだにですね、もう直立不動で、やっぱ心臓の鼓動も高くなるし、声は裏返るし、挙動不審なもうこう行動が出るんですね。まあ、それだけたけしさんっていう人のやっぱオーラもあるし、まあ、芸人としての存在感ですか、もうどんどんその絶対的にもう人間の価値が大きくなってるわけですよ。そしたら僕より若い世代、僕より下の弟子たちっていうのはもっと恐れ多い、近寄りがたい存在になってるんですよ。でたけし軍団でですね、東京ドームで野球大会が行われた時があって、その時たけし軍団はまあ野球上手ですから、全員すぐウォーミングアップでね、キャッチボールやってたんですよ。でたけしさんが後から入ってきて、で着替えてキャッチボールやるかっていう時になって、ふっと見渡したら入ったばかりの付き人しかいなかったんですよ。そいつはまだ一言もたけしさんと話をしたことがないんですよ。でたけしさんは、あんちゃんちょっとキャッチボールやるかと、あんちゃんって言う、あんちゃんって言うじゃないですか。それが初めて最初の言葉としてのキャッチボールでもあるわけです。はい、しかももうできませんとは言えませんから、はいっつって、まあグローブを持って、まあグラウンドを出て、もうその東京ドームに立つっていうことだけでももうすごいじゃないですか。まだ入って2年目でまだゲームもついてないんですよ。さあもうそこの段階でもう足がブル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 震えてるんですよ。それでしかも世界のビートたけしとマンツーマンでキャッチボールやらなきゃいけないっていう段階で、もうボールを持ってる手がガタ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 、もう見るからもう分かるんですよ。でこれでどう投げるのかなって僕は旗から見てて、つったら案の定ですね、もうワンバンドじゃなくてもうゴロなんですよ。ゴロでゴロ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 と、あろうことかそのたけしさんがその
まあ、新入りの足軽が投げたこぼれ球をお殿様が拾いに行ってるんですよ。もうその段階で事件ですよ。もうテレビ局の人も軍団もおおと、まあ、武さん武さんで、おい大丈夫かとか言いながら、まあ、何もね、あの動揺せずスッとまた球を投げて、その球を取るのも、もう取った瞬間からもうバタ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 とこう、もう鳥を掴んだかのようなもうこの笛が止まってないんですよ。それでこの後僕はどんな魔球を投げるんだろうと、この体勢ですからね。でどうなんの、どうなんのかなと思ったら、このまま前へ下ろして、そのままたけしさんのところまで走っていって、どうぞって渡す。もう投げることも失礼やと思った。投げれないですね。さっき拾いに行ってますからね。でも気持ちは分かるもん。もう受けるのみだという。そうなんですよね。すごいね。これはもう皆さんご存知だと思うんですけど、他局なんですけど、なんかネタをやって大喜利がある番組ってありますよね。はい、大師匠が出てはる、僕ネタの部分で、今日の花っていうコーナーなんですかね、はい、それに出していただくことになりまして、そんで舞台袖にその大喜利を仕切るあの大師匠がいらっしゃいますよね、はい、挨拶しに行ったんですよ。あの今日の花に出していただく吉本興業の星ちゃんです、よろしくお願いします。星ちゃんっていうのは九州出身かね。いえ違います、僕大阪なんですよ。あー、そうなんだ、いやね、九州も人のあだ名をやるときに何々しゃんっていうのをつけるんだよ。あー、そうなんすか。あー、僕は大阪なんですよ。あー、そうなんだ。九州もでも何々しゃんでつけるんだよ。はい、で終わりまして、はい、いざ本番、こう客席にその大将が座って呼び込んでくれるんですよ、はいはい、で僕袖で待ってましたら、はい、今日の花は九州からのお客さん。言うたやんか。全然違う話ですけど、はい、生放送中に、はい、ピエ師匠ちょっと体調崩されて、本番中にもうすっごい体調崩されて、担がれて運ばれていきはったらしいんですけど、はい、それをずっと笑いながらパーゴ師匠写真撮ってた。おかしいですね。すごい。おさむ師匠の話なんですけど、凡人のおさむさん、はい、おさむ師匠癖何個か持ってはりまして、まあ、例えば飛び上がるジャンプ癖とか、はいはいはい、まあ子供を肩車してる時に玄関で飛び上がりたくなって飛び上がってしまうとか、寝てる時に、寝てる時にジャンプしてベッド潰してしまうとかいろいろあるんですけど、あとっていう癖ありはるんですよ。もっと師匠は大きく出さはるんですけど、おさむちゃんですバンって言うてんのはあれは癖でもあるのよね。癖でもあるみたいで、でもうあれはもう新幹線乗る時必ず連結部分で2回ってやってからじゃないと座りたくないらしくて、で新幹線乗っててってしたくなったら便所まで行ってやるみたいなんですよ。ほんで師匠、それ映画見てる時に映画館でしたくなったらどうするんですかって聞いたら、吉田そこやねんけど、もうムズ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 してくると、で映画が爆発のシーンになったら利用して、はい、あっちのそこで全部出すねやって言われて、ドルビーを利用してアクション映画しか見られへんやん。爆音の時に爆音映画しか見られへんって言ってました。まとめてやんねん。まとめてそこで全部出すよって言ってました
まあ、あの漫才協会に入ってるいるんですけども、おなじみの、まあ、いろんなあの芸人さんがいまして、あのビッグボーイズさんっていう芸人さんがいるんですね。で、大体芸歴25年ぐらいやってまして、まあ一応もう師匠って言われてる50歳ぐらいの師匠なんですけども、そのビッグボーイズさんがすごい昔からそのテレビに出たいっていうすごい優秀賞 で最近僕らがその少しエンタの神様とか爆笑レッドカーペットが出ると必ず電話かかってくるんですよ。どうやったら俺らも出れるんだっつって、でネタ見せに行きたいけどどうしたらいいんだっつって、いや僕らに聞かれてもちょっと分かんないんでっつって、でもガンガンそういう電話かかってきてて嫌だなと思ってたんですよ。そしたら最近その本当に出るためにネタを作ったっつって、それがラップなんですね。このラップがあのたまらんぜっていうラップで、そのあのなんとかなんとかたまらんぜ、なんとかなんとかたまらんぜってずっとそれ言うだけのラップなんですよ。でそれもなんか年金生活たまらんぜ、女にモテなくてたまらんぜとかって別に何にも陰を踏まないただひねってもない、ただたまらんぜっていうだけたまらんぜは言いたい。そのなんか音源も自分で打ち込みかなんか作ってて、ツッツンツッツン、なんとかなんとかたまらんぜって言って、それをなんか始めるときに僕らそれでスタートボタンを押して流さなきゃいけないんですけど、自分たちで作ってきた音源なのになんか途中で合わなくなって、なんか音止めろとかって言われたりとかあのするんですよ。で、まあ、ある日そのビッグボーイズさんと一緒に仕事する機会がありまして、宣材写真を師匠の写真欲しいんですって言われたら、あのホームページから勝手にプリントアウトして、うん、あのくれって言われたんですよ。で、あ、そのホームページなんかあるんだと思って、でパソコンで検索したらビッグボーイズのホームページへようこそみたいなとこがあったんで、そのクリックしたんですよ。そしたら何回クリックしてもこう全然何の反応もないんですよ、うん、そんでもうちょっと夜中だったんで、なんだこれと思って、もう寝ようと思って、もう電気消して、もう寝てたんですよ。そしたらもう普通にこう寝てて、1時間ぐらいだと思うんですけど、寝てたら、そのパソコンから、ツッツッツンツッツッツンツッツンツッ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 ブーみたいな音が鳴って、たまらんぜツッツッツッ、たまらんぜつって、なんかファイルが重すぎて1時間ぐらいかかる。なんとかなんとかたまらんぜオイエーっつって、すっげえでかい音で流れるんですよ。でも一気に目が覚めてしまったっていう話なんですけど、最大の師匠重たかったね、たまらんぜラップ、見ていただければと思いますんで、いろんな人、いろんな人いますね。すごい柔らかくアグレッシブに、ね、そうだね、前向きな、そうすごいいい子だ。ベテランさんのも変わったベテランさん多いですから、はい、島田一之助師匠お願いします。新喜劇関西ではもうずっと出てます。だから本当に前まで大阪住んではって、はい、東京住んである方これ見たらもう泣いて喜んでると思いますけど一之助師匠の話なんですけど、僕入って、うん、まあ、あの1年ぐらいはやっぱりまだ新喜劇にそんなに馴染んでなかった、はいはい、まあ、あの漫才師から入ったのでちょっとみんなに気使われてるな、うん、後輩もなんか変に、うん、なんか、あ、スーさんそれしなくていいですよ、うん、僕らがやりますからみたいなんで、これじゃあかんなということで打ち解けるために、僕はちょっとあのエロ DVD を持っていくっていうコミュニケーションの取り方をしたら、まあまあ結構その嫌いなやついないじゃないですか、うん、はい、男性格好ですし、これ持っていけって、これええぞとか、これめっちゃエロいぞとか、ほんなら後輩と喋れて、ほんならそういうのを見てて師匠方もちょっとこう興味あるなみたいな感じですけど、なかなか言うてこないですけど、一之輔師匠がいっぺんその後にパタパタと来て、土お前さっきほら若手 DVD 配っとったなって、うん、俺何でもええから、何でもええねんけど、いつでもええから持ってきてって言われて、あ、師匠も、あ、そんなん見たいんやなって、分かりました、 OK です、任しとってください言って、で新喜劇いっぺんやって、で次の合間また師匠パッと来て、さっき言ってた DVD やけどナースとかある御年まあ60前後の人がですね、はい、ナースとかあるか、いやちょっと見たら探したらあると思います、あ、ナース頼むわ、いつでもええねん、うん、いつでもええからナース頼むわでまた新喜劇やって、で終わって合間になったら、ナースやけど明日持ってこれるもう来ないなったら僕忘れたあかんもでちゃんとメモ取って、一之輔師匠に DVD 明日絶対持ってくることってもう貼ってカバンに置いて、
ほんで最後の新喜劇やって、で帰るときにまた一之輔師匠来て、まだスッチ、今日お前ん家行くわって。もう取り行くと明日ではあかんと、はい、小学生のジャンプじゃないですか。すぐ見たいですね。もう劇場から僕 100m ぐらいのところに部屋借りてるんですけど、スチ俺車乗ってるから乗っていけよ。ちょっとでもね、ちょっとでもね、いつでも何でもええ言うてたな。あるあるやった、一之輔さんあるあるですね。はい、いやエロに必死なベテランほど気持ち悪いもないですからね。うん、まあ可愛らしい人ですけどね、はい。なんか伝統芸能の世界にいて、落語家さんとずっと修行してたんですよ、はい。でも本当に細かくて、まあ、お茶もぬるいだとかあったかいとか麦茶の日だとか人によってその季節によって違うとか、はい、そういうのをすごく言ってくれる、小言言ってくれるのが憧れの A 師匠って人がいて、はいはい、まあ、仮に A 師匠、はいはい、でもその人すっごいもう入ってくるだけでもパーッとみんな明るくなるよ、はい、でも小言もピシッと言ってくれて、着物もちょっと1ミリずれてるだけで、この1ミリのずれが講座のズレにつながるんだと、これ全部修行っていうのはつながってるんだよって。だからお前らはこんな前座修行嫌だろうけどきっちりやんなきゃいけない。で特にその A 師匠が挨拶だけは絶対きっちりしろって、はい、でも全然もうその寄席は当たり前なんですけど、別のとこ行ってても「父さんおはようございます」っていうふうに道で会っても言えと、絶対言えって言って。でものすごいみんな講座も受けるしかっこいいし、でもみんなの憧れが A 師匠なんですよ。で僕も前座修行終わって10年ぐらい経って位も上がった時に、なんか後輩が「兄さん兄さん」って、まあ、演芸界だと先輩をちょっと言うの兄さんって言うんですけど、はい、兄さんちょっと話なんですけどって「何?」って言ったら「A 師匠のあの一件聞いてますか?」っつって「全然知らないけど何?」っつって、いや実は僕がそこの間にいたんですけど、まだ聞いてないのはちょっと兄さん A 師匠に憧れてると思うんで。ちょっとこれ言わなきゃいけないことありますって言って、マジかって言って、なんだそれって言って、何って言ったら、実は僕が、後輩がちょっとこう祝賀会みたいな感じで盛り上がっちゃって、ちょっと変な話なんですけど、ハプニングバーに俺4人で行ったんですよって言って、で4人で行って、これハプニングバーってよく分かんなかったけど、そのなんか薄暗いとこでまあなんかこういろんなことが行われるみたいな感じなんでしょう。でその時知らないけど、あそうなんだって言って、でしたら入ってったらものすごい薄暗いんですけど、ソファーに A 師匠が裸でこうやってもうこんな感じでいたらしいんですよ。それでもうどうすんだって、どうしたのその後っつって、めちゃくちゃ挨拶にうるさいですから、挨拶しなきゃこれいけねえのかなと思って、でもみんな4人も A 師匠見た瞬間に憧れてるんで、もうプルッとスイッチ変わるんですよ。これ挨拶しなきゃって、もうそこはハプニングバーだとかって意識飛んじゃってて、行こうっつってみんなでグワッて4人で行って、おはようございますっつったらしいです。したら A 師匠がその裸なんですけど、ゆっくり一人一人見ながら、こういうところはいいんだよっつって。俺ね、江戸の風吹いたと思って、いやかっこいいな、かっこいいな、かっこいいな、かっこいいかな、かっこいいな、かっこいいな、かっこいいな、ね、いやそうか、そういろんな勉強、勉強ですね、うん、それまあ、そこ勉強しに行ってあったんでしょうね、A 師匠はね。どうでしょうね、いろんなことあるんでしょうね、社会勉強とかあるんでしょうね、まあ前からすごくもちろん出させていただきたいという気持ちでいっぱいだったんですけども、はいはいはい、今今日やっぱこうやって来てみたら、何かの間違いで今からクイズ番組が始まれへんかなと思って。やっぱりな、活躍できる、残念ながら始まらない、始まらないですよね。まあ僕京都大学を出ておりまして、はいはい、でまあ、うちの相方も大阪府立大学っていう、うん、結構まあ関西の方では有名な大学で、はい、でまあその吉本でいろいろ舞台とかテレビとか出させてもらえなった時、うん、その結構その取材を受けたりとかいろいろあって、うん、吉本内でも話題になって、うん、でまあ2人とも大学現役で行きながら、うん、吉本のお笑いの仕事してるっていうことで、なんていうかその真面目な方というか、うん、この師匠になればなるほど褒めてくれるんですよ、そういうの、うん、頑張ってるなお前ら偉いなみたいな感じで、うん、で、まあ、ある時初めて西川清師匠にお会いした時に、はい、NGK の舞台の袖で先輩が紹介してくれたんですよ、うん、こちらロザンって言って、で京大と大阪府立大学行きながら現役でやって、しかも漫才もやって頑張ってるんですよって言ったら、うん、清師匠がこう目つぶってこういう、うん、
僕らがよく知ってるような感じになって、はい、でなんかこうお話でこうよく中春とか熱い人でっていうのを聞いてたんで、はい、うわめっちゃ感動して、うん、もしかして泣いてくれてはんのかなと思ったんですよ、うん、ならパッて目見開いて、うんどっちかにしって言われて一番真面目な人ってやっぱこうなるんやなるほどほんまやなるほどらしいわらしいですねらしいわあのねもうねまだデビューして3、4年目ぐらいの時、はい、まだもちろん大阪でやってて、はい、ちょいちょい今テレビなんかに出してもらえてるかなっていうぐらいの時に、はいはい、カウス師匠に呼び出されて、はいはい、ね。ほんでもうそんな大先輩、大師匠に名指しで呼び出されて、はい、千原兄弟ちょっと来いって呼ばれてますと。はい、なんか、はい、テレビで、その、なんていうの?シャレで、先輩のことをちょっと、こう、悪く言うとか、ちょっと、まあ、おちょくるみたいなことを、どっかで言うたかなと思って、ほんで、何やろって二人めっちゃビビりながら、カウスさんのとこ行ったんですよ。ほんなら、あ、ちょっとついてこいって言われて、ほんで、大阪の南ってとこバーって歩いて行って、ほんで、お店ね、パーって入っていかるんですよ。ほんと、高級ブティックなんですよ。ほんで、お前ら、汚い格好しやがって、好きなの選べっつって「お前からなあのテレビ出んから言うたらなあかんな思ってたんやあんま芸人やねんから好きなの選べ」言って、はい「ありがとうございます」言ってでパッて値札見たらもう普段のそのまあもちろん若手でお金もない時やけども、はいはい、ゼロがね生活レベルのねそのゼロが3つぐらい違うんすよ、値札見たらすごいうわーと思って「好きなの選べ」って言われて、はい、なんかジャンバーがあって「はい、あじゃあこれあの緑色のジャンバーがあって、はい、あじゃあ僕これいただきます」って言ったら、はい、カウス師匠は「お前芸人やろ派手な赤い方にせ」って言われて「あはい」って「芸人ってそういうもんなんだ、はい、はい」言ってほんで赤い方を、はい「じゃあこれいただきます」って言って、はい、ほんで「兄ちゃんどれすんねん、はい、どれすんねん」って言われてあいつもめっちゃ緊張して「じゃあ僕も同じの」言うて誠治と俺お揃いで次飯行くぞ言うてお揃いの千原兄弟とカオス町で南にカッポしたショーウィンのうつむ顔パッて見たらジャンバーより赤かったいいっすね、そっからほんでたまにローテーションがファッて合う時あるの違う現場でもお揃いの時が何回かこう一応大事にしたんですよ、私この世界に入ったのが18歳の時だったんですけど、うん、その入ったきっかけっていうのが NSC とか、うん、そうタレント養成所とかじゃなく、うん、弟子入りで入らせてもらいました。この世代にしたらちょっと珍しい、うん、はい、でその私の師匠っていうのがダブルヤングの平川幸雄なんですが、うん、今74歳の師匠なんですが、うん、世代が違ったので私全然その平川師匠ってっていう方を知らなくて、だから自分から平川師匠につきたいと思って入ったのじゃなく、うん、たまたま平川師匠が親の知り合いの知り合いの知り合いだったので、まあそのつてでまあ弟子入りさせていただくみたいなことになりました。ほんまは東京に来てな、はい、なんか女優とかなりたかったそうなんです。舞台女優になりたかったんですけど、まあ親が関西にいてくれてで、うん、関西でなんか仕事できるのっていうので探して、まあ吉本興業のその知り合いの知り合いの知り合いを探してきて、でまあ弟子につかしてもらうってなったんですけど、まあ、そう師匠に対してだいぶ失礼やけどね。まあ、その当時は18歳の時は、うん、でまあ梅田花月で当時ありまして、はい、そこにまあダブルヤングで平川翔がもう出演されてるから、うん、そこに行って弟子入りさせてくださいと挨拶しに行きなさいと親に言われまして、うんうんうん、でまあ一人で梅田花月行ったんですよ。そしたらまあ時間になっても出てこなかったので、うん、あれあれと思って中入らせてもらったら、うん、警備員の方がバーッと歩いてきたので「うん、あすいません、平川師匠ってもう帰られましたか?」って言ったら「うん、平川はわしや」って言われまして、うん、それが警備員さんと間違うぐらいもう無知やったんですよ。全く本人やったんや、はい、でも弟子にしてくださいって言ったら「いいよ」って、うん、師匠の顔も知らない
のに、警備員と間違ったのにいいよって言ってくださるような大きい師匠で、優しいね、はい、で、まあ、弟子入りが決定しまして、うん、一番最初の仕事っていうのはなんばグランド花月 のお月だったんですね、うん、師匠 の漫才終わったら、まあ、おしぼり渡したりカバン持ったりするお仕事だったんですけど、一番最初に師匠の入り待ちをしないといけなくって、うん、師匠が来るのをこう駐車場の、はいはいはい、裏口の駐車場のところでずっと待ってたんですよ。そして師匠が来あったんで、うん、私はバーッと駆け寄っていきまして、うん、おはようございます師匠、カバンお待ちしますって言ったら、うん、その人がホームレスの人やったんですよ。で、私当時貧乏だったし、コンタクトメガネも買えなかったから、あの裸眼で目悪いの裸眼やったから師匠来た思ったらホームレスやったすごい反省しまして、目悪いけど、まあ、次の日は絶対間違っちゃいけないと思って、むっちゃ昨日よりも目凝らしてこうやって見てたら、昨日ね来たホームレスがまた近寄ってきたんですよ。だから今度こそ無視しようと思ってプイってしてたら、挨拶せんかいって言われまして、それが平川翔次の日ホームレス来たもんだ、師匠やった。何しまし、こんな話テレビでした、大丈夫か師匠大阪帰れるか。なんか一度ずっとこの話あの内緒にしてたんですけど、うん、あの坂田師匠がポロって言ってしまいまして、うん、で師匠の耳に入ったんで、うん、もう大丈夫です。すいませんでした、謝りに行った、謝りに行った、それまたホームレスだったんちゃうの。あーやるか、今度それにさせてもらいます。あーやれるか。おしゃれなんですけど、昔はあのくるぶしよりちょっと長いコートを着てはったんですよ。それ以上長いのないやん。レスリアンかも。もう長いの限界やん。もうめっちゃめっちゃ長いコートを着てらっしゃって、あと店員さん呼ぶ時もこうやって呼びますから。バカにしとけ。バカにしとけ。ちょっと今それ補足せんでええやろ。
はい、松竹芸能なんですけど、うちの師匠はちょっと、もう情けないなっていう話なんですけど、ある時、まあ、特番がありまして、最後のコーナーで、グリーンをこう師匠50人で囲みまして、で全員パター持ってるんですよ、全員ボールあるんですよ、せーのでポンと真ん中の穴に入った人間が100万円というコーナーがあって、おいおすごいな、はい、それをリハーサル中にこういう形なんでお願いします言って、楽屋戻った時に横山隆史師匠すまんの言う、はいはい、あの方が、うん、ちょっとこれみんな集まれと、うん、これ誰が入っても2万円ずつにせえへんかって言ったんですよ。それ情けないやんか。まあね、市長のことはこういうのもあれですけど、スケールがね、ちょっとそれが聞くのも嫌やったし、でもほんでみんなもう「いいないいな」言うて「おお」言うてるんですよ。言われちゃわないみたいな。言われちゃわないんですよ。ほんでまあ本番始まりまして、まあ増田岡田が司会やったんですけど、最後のコーナーです言って、せーのでコンって50人打ったんですよ、うん、ほんで1人コロンと入ったんです、はい、ね、ほんで増田がパッと取って名前を読み上げたんが、うん、海原遥か、はい、いわゆる吹かれる方ですよね、はいはいはい、吹かれる方ですよね、はいはい、ほんなら遥か師匠がよっしゃよっしゃって喜ぶんですよ。尋常やないぐらい。ほんで後の49人はクソー言って、でも2万円って思ってますよねみんな、でもクソーって演技やってるんですよ。ほんでもう遥か師匠よっしゃよっしゃよっしゃ言ってずっと言ってるんですよ。でほんま OK でーす言って、でまあみんな楽屋戻って、ほんならバッタバタバッタバタしてるんです、師匠が走って。ほんで高橋師匠にどうされましたって聞いたら、はるかが帰ったんや。わしらに分けずにはるか帰りよったんやってブチ切れてるんですよ。もうなん切れんなと、僕まだそういうのもまだ見たくなかったなと思って、まあまあそれはそれで終わったんですね、はい、で1週間後劇場がありまして、はい、あの高橋師匠にお会いしまして、はい、高橋師匠、あれ、あの件どないなりましたかって言ったら、今な師匠全員でな、はるか無視してる。嫌やな。絶対違う。どんどんスピード小さなキープや。そうですね。絶対やって。最後無視ですよ。無視。無視してる。すごい。まあ可愛い師匠ですけどね。すごい。まあ大阪なんで、清志師匠の。あの話をさせていただきたいですけど、清志師匠っていうのは本当にもう天才すぎて、あの動きがよく分かんないんですけど、あのこの前もあの NGK の1号楽屋っていうところで、急に朝9時45分ぐらいですかね、ガン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 ってノックしてきて、若手の楽屋なんですけど、ガチャって清志師匠が来て、おはようって言い張って、今日も一日頑張ろうでって言い張るんですよ。ほんでパンってハーモニカ出して、僕ハーモニカ買うて元気やな、朝9時半ぐらいですから元気やな。でみんな調律不動で、はい、お前すか師匠ハーモニカ買いはったんですかって言ったら、そやで僕ハーモニカ始めよう思てん、で今小学校って童謡乗ってへんらしいなってなって、うん、あそうですか、あの赤トンボとか乗ってへんらしいねと教科書に、あほんなら夕焼け小焼けもですかって言うたら、夕焼け小焼けもぐらいでフーフーフーって吹き出すんですよ。ってなってってなって、フェーフェーフェーって続くんですよ。あんまりお上手でもないから、たまにファーってなる時があって、うわーってなりながら、ウェーファ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 ーコーテンって言って帰りはったんですけど、たまに今は終わられたんですけど、名古屋で師匠番組やられてて、ああ、ね、で僕もよく呼んでいただいたんですけど、たまにご飯を連れて行っていただいて、で、いっぱい言うたら、普通のご家庭に入ってご飯を出していただいて、それを食べながらそこのご家庭の歴史を聞くっていう番組やったんで、結構ご飯とか郷土料理を出してくれはるんですけど、師匠あんまり食べないんですよ。で僕の方見て、若いんやからいっぱい食べや、若手やろ言うて、もう44なんですけど、まあ師匠はいつまでも若手として、いただきますってガーって食べて、思いっきり食べた日に限って、大阪帰ったらご飯行こうかって言われてた。あかん、Sやなって一瞬思ったんで、まあとりあえず、まあ、大師匠の誘いですから、もうありがたくお願いしますって言って、二人で新大阪ついて、新地っていうところに
バーって、うん、で本当に高級な和食屋さんで、ちっちゃいもう本当に4畳半もないぐらいの和室に2人きりなんですよ、うん、でバーって入った瞬間に師匠が僕に「上座へどうぞ!」って言うんですよ、うん、えってなって「上座へどうぞ!」あどうぞかと思って「神田へどうぞ」って言うから「師匠」言います言います、ある人はぞう言わないです、言わないです、どうぞどうぞどうぞ、よう聞いてください、「神田へどうぞ」師匠僕は神田へはいけないです、師匠の2人なんで師匠が神田に行っていただきたいですって言ったら、師匠が「あかん今日は僕は君を誘ったんや、神田へどうぞ」もうそこまで言うたらもう言い合いだけになってまうから、もう僕行かせていただきます、すいません失礼します、座らせていただいて、そこでもう2時間ぐらいですかね、もう食べたことないような本当にこう海の幸のなんか新鮮なもん食べさせていただいたり、お酒も、ご当地のお酒もわー飲ませていただいて、で漫才ブームの話とか安清の話とかものすごく楽しい話をいっぱいさせていただいて、で2時間ぐらいになってショーも楽しんでいただいたみたいで、今日は朝まで飲み明かそうでで来たなーって一瞬心の中で、うん、朝までか師匠と二人でいいなと思って、うん、ありがとうございますって言って、その店をとりあえずご飯屋さんを出た時に急にパッってなって、兵藤さんは行きつけのクラブとかありはりますかって聞いてきたんですよなんでそこだけ急にそんなトーンになったの、いや、たまに敬語になるね、急に今までおおまかいな言うてたのに、あるある、行きつけのクラブはありますか、子供が3人おりまんねんぐらいの、ね、ヘレンさんの出した歌のタイトルそれは言って言われて、いやそんな行きつけのクラブなんか高いですし僕なんかよく行きませんと、もうないですって言ったら、じゃあ僕の知ってる店行こうか、でもちょっとご挨拶もしたいからついてきてくれるか言って、ほんでまあありがとうございます言って、なんかビルの5階に行ったんですよ、でチーンって開いたらもうそのフロアが全部お店で、チーンって開いて入ったらガラス張りに竹がワッサ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 ッってなってて、うわー思って曲がっていったらものすごいこれラグジュアリーな感じで、でカウンターに2人で座らせていただいて、でママさんが来たんですけど、もう高級店すぎてもうママさんの髪型もようわからないんですよ、なんかね一回上にモリってやってプリって曲げてるんですよ、高級なんや、高級店すぎてな、高級店すぎてなんで曲がってんねやみたいな、高級店すぎて、ほんで清志がママさんですって言うから、あどうも兵藤ですって言ったら、今日は兵藤君と朝まで飲み明かそうでっていうことで来させていただきました、あありがとうございます、でまあ、ママさんが水割りを作っていただいてここにボンって置いていただいたんです、ほんで乾杯しようかって言った瞬間に清志の電話がブルッブルッってなったんです、で清志がパッて見て僕にヘレンやいや別にええやん、なあね、言うたら、まあ、軽い言い方言うたら旦那に嫁から電話じゃないですか、別に何があかんにも、清志はヘレンや出るでって言うんですよ、まあ、そういうトーンになりますよね、当然あ出てください、行くで出るでってピッてやって、もしもし、おい分かってるよ、今兵藤さんとご一緒させていただいてますおい分かってる分かってる、めっちゃ怒られてるやん、見てるな、大師匠吉本の宝、はいね、怒られてるもう分かってるよ分かってる、そんな言わんでもええやないか、分かってる、はい、分かって、もう切られた感じ俺どうしたらええねんってなって、ほんで師匠がバーンってって言うてあるから、師匠大丈夫ですかって言うたら、ほんな師匠は何や、何も大丈夫か関係あれへんから、そんなもん乾杯するでって言うて、で乾杯バーンってやっていただきますって飲んだら、師匠をそ水割りをグワー一気に飲んで、バーン置いて帰ろうかめちゃめちゃビビってるやんなんか朝まで言うてたのに、朝までがいっぱいでそのまま帰ったという。なるほど。愛すべき西川清志の。ね。可愛らしい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 人。本当可愛らしい人ですよ。面白い。遠くの方にいても向こうから挨拶されるでしょ。おはようございます。こっちが本当はしないといけないんですよ、向こうから見つけて、あれがちょうど裸族の槍の距離なんですよ。
飛ぶ距離ちょうど相手を殺す、ちょうど相手を殺すだけの距離のちょうどあの距離だ、すごい人ですよ、まあでも滑らないですね、本当に良かった、ちょっとまだね、僕あの三股又蔵っていう、はい、あの又蔵っていうのはあのビートたけしさんにいただいて、やってるわけですけども、まあ、あの僕らそのたけし軍団二軍といいますか若い衆っていうのは、まあ、普段はたけしさんが仕事終わるとたけしさんのご自宅の地下室でタップを教えてもらって、うん、まあ、一緒に終わったら鍋食うみたいな生活を毎日してるんですけど、はい、あのもう一個あのお約束事がありまして、たけしさんというのはあのロールスロイスを今まで3台こうあの乗り換えてるんですけども、はい、あの世界の北野とはいえロールスロイスがあの納車されたその初日っていうのはやっぱものすごい機嫌がいいんですね、で僕らもあの別にやれって言われてるわけじゃないんですけど、その納車されたその初日っていうのは家の前で十何人ザーって並んでロールスをこう待ってるわけですよ、そうするとこうブワーってこうロールスロイスがザーってこう到着しました、新車の、と 僕らがこの観音開きのロールスのドアをバッとこう開けますと、こうこんなねガニ股のたけしさんがこうわざと T シャツにジャージにサンダルみたいな感じで出てきて、おいお前このこんなロールスお前こんな格好で乗るのお前俺しかいないだろうみたいな、そうまあ僕ら弟子ですからもうそのしかいないですよみたいなやるんですよ、でそうするとまあ僕とかがちょっと待ってください、このロールスおいくらするんですかって言うと、まあ4000万みたいな、と家帰るじゃないですかとか言うと、また武さんがうるさいよ貧乏人はみたいな、で最後お約束で、あのよロールスってほらあの先っちょにこういう天使ついてんだろ、あはい、この天使もぐバカがいるんだけどよ、この天使だけでもお前何百万すんだよ、あの天使だけですかって言って、まあ機嫌よくさせて家に入れるっていうこうまあアホみたいな儀式があるんですよ、はい、ね、まあ師匠と弟子の、はい、でこの一番最近ですよ、はい、ロールスロイスの中でもロールスロイスファントムっつってものすごい長くて、真っ白のロールス、納車の初日、もうブワー来て、まあ、僕らも正直ロールスには慣れてますけど、もう均等みたいなんですよね、すごすぎて、うわこれ本当にすげえやバーってまたお約束通りバーンって来たら、でこれおいくらですか、うん千万だ、いや家帰るじゃないですか、でまたお約束で、あのさっき中にはこれ天使ついてんだろ、これをもぐバカがいるんだけどって言ってた時に僕ちょっとびっくりしたんですけど、背中越しに言ってるじゃないですかロールスを、今のロールスってエンジンをガンって切ると、盗難防止で天使がウィーンパカってこう、あの隠れるんですよ、それを知らずにあの天使を呼ぶ、もぐばっかり、あれ天使がいない、天使がいない、運転手西村君って言うんですけど、西村 TMC 戻れよお前で、もう俺うわーっと思ってかっこ悪いたけしさん見たくないと思いながらガッと羽交い締めにして、わっとのあの今のロールさん西村君エンジンってバーって言ったら、天使がビーって言ったら、言っとけバカ野郎って言ってすげえ寂しそうに家入ってって話面白いですね。あのですね、僕師匠がいるんですけども、はいはい、もう亡くなっちゃったんですけど、ダブルエースっていうのが、はい、あの師匠だったんですね、はい、でボケ担当の岡エース師匠がまだ元気な頃に、はいはい、2人で地下鉄に乗ってたんです、うん、でその時に師匠がちょっと大きい方に催してきちゃったみたいで、はいはい、それで、ああやばいな、まずいことになったな、すげえノックしてやがるって言うんですよ。何やろな、かっこいいね。ちょっとかっこいい感じで。すごいハードボイルドタッチ。ちょっと本当にまずいみたいなことになったんで、じゃあ師匠次の駅で降りてトイレに行きましょうよって話をして、で駅に着いたらトイレ出口が2箇所あったんですね。でどっちにトイレがあるかっていうのはちょっと分かんなかったんですよ。で師匠はもう限界に近いってことを言い出して、何の根拠もなしにあっちだって言い出したんですよ。で師匠がこうひょこひょこひょこ、先輩いろんな先輩おられるんですけど、はい、横山高志宏師匠っていう、はい、大師匠がおられるんです。はい、存じ上げてます。高志師匠っていう方がボケでお坊
ちゃんという設定でずっとすまんのすまんのというギャグがあるんですけど、そのいつもフューチャーされるの結構高橋師匠なんですけど、この広志師匠、ツッコミの方の広志師匠もなかなかこわもてで、面白い方で、見た目ものすごい怖いしツッコミもものすごい強いんですね、はい、そのツッコミもレパートリーありまして、スーツの中に布貼り付けてそこにツッコミのフレーズを、はい、書いてあるんですよ、例えば拍手とか、殺すぞとか、2000円返せとか、いろんなパターンですよ、なんでやねんとかね、はい、ある時にお正月元旦で大トリを務めはったんですね、はい、うんうん、でものすごい爆笑バーン盛り上がって、はい、もう小屋揺れるぐらい、はい、でも広志師匠テンション上がってもたんでしょうね、はい、最後もうええわーで落ちて幕がブワーって下がってる時に、もう一回客沸かしたろう思って、うん、拍手で出したろう思って、バーって開いたら殺すぞって負けたお客さんがやったら殺されんねや思って変なテンションになったって、そんな師匠なんですけど、はい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 、ある時にまあこれもまた劇場で、はい、もうええわって終わって降りてきた時に、ちょうど若手がまあお手伝いの子が原付を買ったっていう話をしたんです、スクーターを、はい、スクーター買ったんですよって話してて、師匠、広志師匠がそれに食いついて、なんやお前原付買うたんかって、俺乗ったことないね、乗らせてくれって言う、はい、でほんでも舞台降りてすぐそのままちょっと連れて行け言うて、バイク置き場に行ってエンジンかけさして、ほんでもすぐまたがって加減わからんかったんでしょうね、ブルンこのスロットルを重く回してもたんですよ、はい、うん、ほんでそのままウィリーしてもう後頭部でバカッと、ほんで血ダラーって出てる時にくしくもジャケットめくれて拍手を出てくる悲しい、悲しいな、いいですね、いいですね、いいですね、まあ、漫才協会にいっぱいいろんな師匠がいるんですけど、いろんな師匠いますから、東京丸京平って言いましてですね、はい、もう今年で芸歴35年ぐらいやられてる、年でいうと60歳でコンビやってる京丸京平師匠と言いまして、はい、まあ、その京丸師匠っていう師匠がですね、はい、やっぱりいろんな経験をもう突き通して芸人をやられてる方で、例えば出番が12時から出番だとしたら、もう朝9時に楽屋に入ってもう蝶ネクタイつけてずっと楽屋の奥で座ってたりとかもうされてるような人なんですね。それでまたその京丸師匠っていう師匠が話し出すとすごく長いんですよ。で結構捕まるともう話を止めないんですね。昔俺がたけしとやった頃はみたいな話が始まっちゃって、あそうですかそうですかっつっていつも言うんですけど、もう出番の直前まで話が止まんないんで、結構もう話をどっかでやめないといけないんですよ。師匠すいません、ま、ちょっと出番なんでっつって、うん、でまた出番終わって戻ってきても、うん、でそのたけしがって話し続けちゃうぐらい長い人なんで、で一回これはちょっと僕も時間を作んなきゃダメだなと思って、毎回こうやって話してくれるので、うん、悪いなと思って、うん、で師匠今度じゃあ僕一回飲みに行きませんかって言ったんですよ、うん、そしたら多分他の若手からそんなこと言われたことがなかったのか、うん、もうめちゃめちゃ喜んでくれて、マジでかみたいな感じでもう本当に言ってくれるのかみたいなこと言うんですよ。それで僕も、いやもう本当に僕も師匠の話もっと聞きたいんで、今度ぜひ、行きましょうっつって、じゃあもう早速いつか決めようぜっつって、もうスケジュールをこう決めるんですよ、でじゃあもう先ですから1ヶ月後のこの日だったら全然大丈夫ですので、この日にしましょうっつったら、時間何時ぐらいがいいですかっつったら、15時ぐらいがいいって言うんですね、でまた15時って前にも何も入れないし後にもなかなか入れられない時間じゃないですか、で15時ぐらいがいいって言って、それで言うんですよ。でうわこの日はめっちゃ多分15時からなんで、もしかしたらその次の日までかかるなと思って、だから夜7時ぐらいからだとやっぱり話足りないんだなと思って、あ15時ですか分かりましたっつって、もうその日は事務所にも言って、もうこの日は京丸師匠っていう浅草の師匠と飲む日なので、はい、もう何も仕事入れないでくださいっつって、まあ、14時50分ぐらいに浅草の雷門で待ち合わせしたら、はい、もう「はなちゃん!」っつって「今日楽しみっすよ!」っつって、もう信じられないぐらいテンション上がった京丸師匠が「はなちゃん!」って来るんですよ。それで「いやそうございます」っつって「いやもう今日はなちゃんとさ話す子もう悪さん!」もう昨日から眠れなかったんだよみたいな感じでめっちゃテンション上がって、で行くよっつってうまいもん食わしてあげるからって言うんですよ。でどこ行くんだろうと思って行ったら、もうなんかずっともうここがうまいんだよっつって行ったとこが浅草の
雷門からもう本当目の前にあるあのマグロ人っていう立ち食い寿司屋さんなんですよ。でここうまいんだよっつって寿司屋さん連れて行くんですけど、あのカウンターで5席ぐらいしかなくて全員立ち食いですね。で5席なんです。でもめちゃくちゃ美味しいんで、もうすごい行列になってるんですよ。でここで ゆっくり話せないんで、多分このまあ寿司をとりあえずちょっとつまんだ後に、まあすごい長いどっか居酒屋に行くんだろうなと思って、ありがとうございますって言ったら、もうじゃあなんか生ビール飲みなよっつって生ビール頼んで2人で乾杯っつって飲んだんですよ。それで何でも好きなもんいいから頼みなっつって、じゃあ僕あのマグロとかあの縁側とかそういうのいっぱい頼むし、師匠はずっと横で穴子ばっかりこう食ってんですよ。穴子うまいんだよこうっつってずっと食って、でもやっぱり外にも行列のお客さんになってるんで、もうちょっとあんまり長くできないんですよ。で師匠すいませんっつって、ちょっともう外並んでるんで、もうそろそろなんか空気的にもう出てった方がいいと思うんですよねつって、回転が命の店なんです、あそっかそっかそっかそうだよなっつって、まあとりあえず飲み終わって、でまあとりあえず店出たら師匠が今日あれやったー、楽しかったー、ありがとうって帰っちゃったんですよ。予約して3時15分に終わったの。昔あの大阪時代に、あのまあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、で正月番組をね、なんかこうなんでしょう、コメディでなんかこうてなもんやみたいな やつかな、そのこう江戸時代劇もののなんかこうちょっとこう寸劇みたいなあって、で僕の役が二役やったんですよ。でそのなんか殿様の役となんか町人の松五郎みたいな、でこれ二役で早着替えみたいなもある言って、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけど、その中でまあそのゲストでですね、もうすごい大先輩ですよ、まああの方ある方がね おられたんですよ。でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、その大御所のそのねゲストの師匠があのいらっしゃいって来て大御所ですね、よろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ、でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の、でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ師匠がね、あのよっしゃ松五郎出てこいみたいな、まあ僕バー出てきて、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、で最後に2人とも出てきてくれってやるんですよ。できるかー言うて、でちゃんちゃん、でリハーサルはいオッケーってなって、でああまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入ります、あはい1時間ぐらい全然始まらない。再開。どうなってもう1時とか、もうすぐ2時とかになるで、これ。どうすんのどうすんの、当時、その師匠のマネージャーの、女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありましたそんなの。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめんちょっと分かれへんねんけど、いや私が思うに、私はもう長いから分かるんよ、師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うにあの松本君の「あのできるか」っていうのがちょっと失礼なんじゃないかちょっと待ってごめんごめんちょっと待って、台本持ってきて台本もう思いっきり書いてる、できるかできるかね、俺このままやっただけやから、別に分かれへん、絶対そんなんでしょ、怒ってはれへんから、いや私は多分そうやと思う、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど、俺多分何のことやと、すいませんなんか言うと、お前何を言うてんねん、アホかって言われて、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、いつまでたっても始まれへんから、じゃあ試しに行くわ、もう他の人もみんな渡してるし、分かったって言うてコンコンって、なんか、すいませんでした。はい。って言ったら、もう、ええねん。怒ってたくれ！それですか？まさに、できるか？
パターンです。まさにできるから。松本さんが失礼ですよ。先輩にタメ口でって。だってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいな。あんまり怒ってない。あんまり怒ってない。僕は円楽師匠の話、僕あの実は三遊亭楽太郎の弟子なんですよ。でもともと落語をやってて、で落語リタイアしてこっちの世界に来たんで、はい、その博士の殿に当たるものがうちはこう楽太郎のさらに師匠の円楽師匠なんですよ、はい、やっぱりもう近寄れるもんじゃないでしょう、恐れ多いんですけど、こう入ったばっかりの頃は僕はこう前座って落語界でやらされて、はい、こう普通に最初出てきて前説がんに軽い話をするのもそうなんですけど、例えば師匠が座る座布団を講座の上にこうやって置いたりとか、めくりを返したりとか、あと鈍調の開け閉めとか、あと開演ベルとか閉演ベルとか全部やんなきゃならないんですよ。で初めて円楽師匠がトリを務める会の前座に入って、もうガッチガチなんだ。でしかもその日円楽師匠がやるっつってる演目がすっごいオチの難しい古典落語で、死神っていう、普通はあの落語終わるとお後がよろしいようでって頭下げる。はい、去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ。はい、でこれはたまには親父らしいとこもバンと見せとかなあかん、嫁とかにと思って、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね、ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、でその名前やって言って、動くな、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろうよ言うて、はい、ほんで待っとけ言うて一歩目バリって踏んだ。こけて柱にドインと頭打った瞬間に上げたことない悲鳴がダッて言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おおー言ってたら嫁がどないしたんから踏んだ踏んだ言ってたら、嫁が待っとけ言うてタン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 して電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんですよ。マジでびっくりするよ、絶対苦しいよ、もうな、こんな痛かったのに、泣きそうなぐらい痛かったのに、ノリみたいなブワーついて、あれはびっくりしました。僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども、名古屋の松川屋老舗という、まあ、お饅頭屋さん、大きいとこなんですよ、百貨店とかにも入ってる、すごい大金持ちのところに、嫁ぐことになったんですよね。で、あ、やりよったなと思ったんですけども、うちとしてはちょっと大騒ぎじゃないですか。僕、その時漫才師だったんですけども、全然売れない漫才師。名古屋にはもう名前とどろいていない。髪の毛もアホみたいな金髪にしていると。ちょっとこう妹にこう恥かかすなと。向こうの旦那は言えばもう伝統芸能のなんか、クラブに入っててみたいなことになってるし、もう全然ちょっと家柄が違うんですよ。うわ、これかなんなと思った時に、あんた地域出る時は、略礼服着やいて、おかんに言われたんですよ。略礼服じゃないねん、言ったら。普通にスーツで行くんやろう、若者は。ちゃうねん。こう、ここがちょっと太いやつあるじゃないですか。おじさまが結婚式と着てる、こう、ビロビロの。そんな感じのこの襟のところの。このやつがあると。そんなんで行かなあかんの、それを略礼服と言って、で、そういうのはもう行かなあかんの、そういうのは失礼になるって言うたから、僕それちょっと嫌やな思ったんですけど、まあ、妹に恥かかしてはいけないということで、あんじゃまあ分かって行くわ。で、親に金もろて。で、買いに行こうかな思って、バーって言ったらですね、百貨店とかってちょっと高いんですよね。まあ、ちょっとお前、どうせ多分この時しか着いひんから、安いの買おう思って、バーって言ったら、もう、ここの紳士服、どうやって成形立ててんねやろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか。大阪の下町ですから。まあ、そこに見たら、略礼服、19,800円とかあったんですよ。あ、そうでいいかな、これ行こう。すいません。って言ったら、あれ、どないしたん、兄ちゃん。略礼服欲しいんですけど、あ、珍しいな。略礼服いうのはな、どんなところでも行ける。観光総裁全部行けるで。最近若いやつ聞いひんけどな、お前んな、何それいるねん。
いや、妹がこうこうこうで、こういうことで、ああ、そうか、そらもうな、恥かかせたらあかんな。お兄さんとして、立派や。よっしゃ、俺は見たろうで、バーってやって、これでどうですか。あ、ほなな、日曜日やろ、結婚式は。その時金曜日やったんですけども。ほんまやったら、明日もう一回取りに来てもらわなあかんけど、妹さんのためや。お前1時間増加で飯食うてこい。俺はシャッシャってやってやな。すそばってやっとったろかな。なめでたいから俺やっとったろ。あれなんです、飯食いに行け言って、今食べてたから、ちょっとお腹いっぱいやったんですけども。まあまあ、食べてきますと言うて、で、まあ、本屋で立ち読みして、ちょうど1時間ぐらい経ったから、俺帰ってきた。お、これできたか、はい。まあ、嘘つきながら。よっしゃ、これできたぞ。妹さんによろしくな。立派な結婚式あげたるよ。わけわからんこと言われて。あ、わかりました。ほんで、僕はまあ帰ってきたんですよね。ほんで、こうできたか、うん、言って。ほんで、まあ、親とかさっき行くじゃないですか。で、僕は、近鉄電車というのに乗って、一人だけ遅れて、こう、パーティー行ってたんですね。ほんだら、小屋武家、控え室みたいなとこ。あ、ここで着替えるの。いや、着替えるのはな、5階のところに、ちっちゃいところあるから、そこで着替えといて、もう、大安の祝日ですから、もう、大きいホテルに人、ぐわおるんですよ。あ、わかったわ。それでまあ、着替えに行くと。ほんなら、5畳ぐらいの狭い部屋に、そんなんあるって知らんかったんですけども、細長いこう鏡が、姿見がこう3つこうあるんですよね。僕入ったら、おじさまたちがこう着替えてるわけです。あ、これどこ着替えんねや、へえと。で、こっちにおじさま、こっちにおじさま。1個空いてるからね、僕着替えようで、バーって全部脱いで、シャツ着た、ネクタイ着た。かかってる順番で普通ズボンやのに、なんかさっき上着たんですよ。で、上着た。なんか、パンイチで変やなと思いながら、次、ズボンパッと履いたら半ズボンやったんですよ。ここで切れてたんですよ。ここで。で、それが半ズボン用にシュッてなってるんじゃないから、うん、こういうので切ってるかも、ふわっふわふわふわしてるんですよ。俺、もう一瞬わからんかって。パッと履いた時に、あれもう目の前銀色やったんですよ。金色ってよ。で、パッて見たら、長ズボン、長ズボン、半ズボン。やかんがな、うわ、どうしようと思って、完全に半ズボンで裏がクリッてなって、ぐわ、抜いたんですよ。何やねん、それ。どういうことやねんと考えてるんですけど、もう式始まるから、そんな言うてられへん。言うてられへんの、どうでもええと。おっさんの腹立つかとかも思い出しましたけど。どういうとこもこの半ズボンどないしたいんねん、半ズボンで出ようか、いやそれもあかんとかもうおかんや、おかんしかなくて電話して、うもうおっさんとかもこうはってなってるんですよ。でもそれもうはずいとかもその関係なくて、おかん、あのな、略例よく半ズボンやねん。おかん、何だよ、長ズボンやから。いや、じゃあその長ズボンが半ズボンやねん、何をわけわからん、あんたもうとりあえずおいで言って、おわかった言って、でもうその来たままブワーって行ったんですね。ほんでエレベーターこう待ってたら、もう子供たちが来てクスクス笑ってるんですよ。またごめんごめん、そんなもん関係あるんですよ。お前関係あるなんや、お前こうやってちょっと子供に面識ったりとかしてで、エレベーターブワー降りてったら、もう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ。何階上もあるから、そこを抜けないと小屋武家控え室行けないんですよ。エレベーターの隙間からこの人見ながら、うわ、ここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけど、もう事件もだんだん迫ってるから、でもうサササササって泥棒みたいな感じでサササササって早く行ったんですよね。そしたら、うわ、半ズボンや、半ズボンや、ドバーッと行ったんですよ。恥ずい、恥ずい、恥ずい、もうまたでかいから目立つぞ。相手方の親戚に見られたかなと思って、うわ、見られたないなと思って、小屋武家控え室なんとかやってバッて開けたら、もう、おっさんとか親戚のおっさん、ドカーン笑うて、半ズボンでこれかいや、ちょっと待ってくれと。いや、おもろいのはわかると。意味わからんのはわかるけど、もう笑うん、ちょっとやめてよ。みんなもう、お前なんか、カズトが半ズボン履いとったのが、そういう風に見えてくるわ。もう、お年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくるわ。今までの思い出は関係ない、何もしてんの。親戚に満喫で面識した時、あの時しかないですよ。ほんならお母さんが向こうからさあ来て、あんたそんなんだから言うたやろ、一回来とけ言うて、いやその今言うてもしゃあないやんけ、そんなもんもう半ズボンやろ、いや半ズボンのおかしいやんけって、俺に言うてもしゃあないやんけとかでバーっておかんと揉めてたら、その親戚の中での一番長老的なおじさんが、貸し衣装があるかなって言ったんですよ。すごっ。ほんだら俺とおかんが、いやだからそんなん一瞬にしてこうお花畑の世界になってまとまったね。
ビシよかった。そうやわ。なるほどな。師匠やわ。言うていこうかな思ったら、また半ズボンのままさっきのロビーで戻らうわ、どうしよう。うわ、しゃあない。コソコソコソって言ったら、ほら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 ドカンってさ。一回通ってて、半ズボンおったで、嘘つけそんなもん。半ズボンなんかおるわけないや。おんねんで、ほら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 。笑い倍なってるんですよ。ほんで、カシイソのところ行って、まあ、借りて、子供に着替えたんですけど、上と下がちょっと違う、微妙な黒の違いで、お写真を撮ったという。何度も間に合いましたよ、それは。なんだろう。なんだろう。後から電話したんですよ。すいません。半ズボンやったんですけど、なんて言うんかなと思ったんですよ、木の上に置いてたら、あ、そうですか、すいません。って、タメ口だったの、もうすごい敬語で、申し訳ない。すいません、半ズボンですか、すいません、申し訳ございません。もう、全部、上も持ってきていただいたら、さらに変えますんで、すいません。いやいや。あの、ほんまに式終わったんでね。いやいや、本当にあの、もうすいませんでした。申し訳ございません。でも、どうしてこんなこと起こったんですかね。知らんがな、そんなこと。なんでお前が、俺、こっちに疑問なんだよ。なんででしょうね、って言いましたけど。だけど、いかずのままでね。その質問が腹立つな。すごいな。しょうがないですね。僕はあのちょっとものすごい悪い子供を見た時の話なんですけど僕はあの大型の電気屋さん行くのものすごい好きで、はい、なんか電気屋さん入ったら 1.5 倍テンション上がってまうみたいな、はい、あんなっててうろうろするの好きなんですけど、はい、わーって後輩だろいとったら後ろの方で、おっさんの声でやめなさいタックンやめなさいっていう声が聞こえてるんですよ。何回なのでパッと見たらおっさんがあのダイエットに効くジョーバーマシーンで、ブンブン揺れながら、タックンやめなさいって言ってるんですよ。多分、タックンという子供が乗った瞬間にマックスにして逃げたんですよ。なるほど。で、タックンやめなさいって言って、自分で止めないんですけど、揺れに弱い人なんですよ。やめなさいタックンって笑いになってるんですよ。同じ物は誰もいないんですよ。で店員さんが来て、あ大丈夫ですかって止めて、ああ言って、そのお父さんが走っていったら、タックンはマッサージチェアで寝てるんですよ。タックンものすごい悪いなと。普通は自分のやったら見るやんみたいな。ほんで、まあまあ、あんな子供ものすごい悪いみたいな。うわーってまた歩いとって、10分ぐらい経ってから、またさっきのおっさんの声で、タックン返しなさいタックン返しなさいなんでしょう。パッて見たらおさんと会っとるんですよ、ほんでタックもここにおるんですけど、さっきよりねおっさんの方が盛り上がってんすよ、ね、なんかな思ったらここに低周波治療器コーナーって書いてあるんですけど、多分つけてタックにリモコン取り上げられて桃のマックスにされてると思うんですけど、タックやめなさい返しなさい、タックン返しなさい、タックンなんかフリーダーみたいにタックに泳ってるんだ、タックンタックンマイケル・ジャクソン並みに悪いなタックス。これは10年ぐらい前に、うん、僕天然素材 やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、バッファロー頃の木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよーって言って。で、そんなことめったに言わないんですよ。うんうん、で、たまらんのよ。ムンムンしてる。はい、もう、大好き。ちょっと女の子、ちょっと誰か知り合いおらへんかなーみたいな。うん、で、もう、知り合い。で、まあ、今晩みたいなことしましょうか、言って、あまあ、ついて、もう、居酒屋行って、用意したんですよ。うん、ほんで、行ったんですよ。うん、で、こう、三ぐらいで、もう一人、ヘビイチゴの高橋いうやつと、木村くんと、僕三人で、女の子3人で、はい、で飲んでて酔っ払ってきて、うん、どれが好きみたいな言うて、うん、ほんなら、2人僕やったんですよ、うん、で1人女の子が高橋みたいになって、うん、木村さん持てへんかったんですよ、うん、ほんならまあそんなもんやな言いながら、うん、でもうええわ言うて、うん、でなんか酔っ払って、うん、女の子の、うん、こうここのここにちょんまげ言うてやりだしたんですよ、うん、でちょんまげってやって、うん、でちょんまげってやって、うん、ここに笑いながら座らはったんですよ、うん、ほんなら女の子が「いや何これ!」って言うてパッて見たらこっからここ糸引いてた。ごめんなさい。
いきまーす。僕吉本新喜劇というところにいてましてですね、全国ツアーというのがあるんですけども、うん、まあいろんなところ行くんですけどね、全国ツアーというのは大体まあ2泊ぐらいずつしていくんですけど、そうなるとこう楽屋でみんなたくさんおるんですけど、晩ご飯を食べに行くメンバーというのはいつもこう決まってしまうんですよね、うんうん、で僕入りたての時に吉田博さんと、まあ、中条さんという方と、あと井上達夫さんという、まあ、達爺というね、もう大ベテラン60歳ぐらいのおじいちゃん役の人ですよ、で柳浩二さんという、まあ、チャースでおなじみの方と5人でいつもご飯を食べに行くんですよ、で若者チームとおじいさんチームでエラ若手という縮図でいつもご飯食べるんですけども、おじいさんたちはまあ60ぐらいですから1軒目でもうご飯食べたら帰りはるんですね、で若者3人でいつも飲みに連れていただくということになってた時に、3人で飲んでる時にまあこんだけ全国ツアー回ってていつもこのメンバーちょっと辛いなと、なるほど、何回かこう女の子と飲みたいな、そういう店行くんもええねんけど、なんか知り合えたらな、2泊もするしってのことを常々おっしゃってたんで、チラチラと、まあ一番スタッパーとしては何とかしたいけど、でも全然もうそんな女の子なんか知らないし、どうしようと思った時に、長崎の1泊目の時に僕がタバコを買いに行った時に女の子にあって言われたんですよ。あ、どうも、あれなんで知ってんのみたいなこと言いながら、ほんで長崎の子一人やったんですけども、一緒に飲みませんかみたいなことを言うてきたんですね、うん、でいや僕らも明日ちょっと早いからもう帰んねんけど、もしかよかったら明日俺らおるから、うん、3人連れてきてくれたらこっちも3人おるし明日一緒に飲みませんかみたいなことになったんですよね、うん、ほんで向こうもあいいですよみたいな電話番号教えてもらったと、よかったのでそのまま帰って、兄さん方むっちゃべっぴんの姉ちゃんの電話番号手に入れましたよ、明日はもう三々のコンパができます、よかったナイスナイスお前はよくやったみたいなこと言われたんですね、で次の日、まあ、楽屋取ったら昨日小籔が綺麗な姉ちゃんの電話番号聞いてきたんやと他の人らに言うわけです、他のグループにこうアピールするわけですね、あらダンスとか言うてて、まあ、でまあその晩行こう帰るなということで、でまあ最初ご飯食べに行くんですよ、だからご飯があるからまあ大体10時半ぐらいに待ち合わせということでしてたんですけど、まあ、ご飯食べてるじゃないですか、ほらおじいさんチームは一軒目で帰るはずやのに全然帰らないんですよで、なんか一軒目からなんか白子になってたんですよジジイ二人に、なんか僕らはもうその時に女の子がないと大してしてないんですけども、なんかうーんみたいな、こうさっさと食べて帰るはずが結構沈黙長かったりしてて、うん思ってたんですけども、その時気づかずで、まあごちそうさまでした、はい、じゃあ2軒目行こうか言ったらしれっと2人はお疲れさんとで帰ってくるのに、帰っていくのに、僕ら3人の方にしれっとついてくるんですよ、まだ向こうってね、はい、まだ向こうには3人って言ってるし、ちょっとおじいちゃん引き連れていくのやっぱり嫌だとおじいちゃんおじいちゃん言うな、まあまあ大ベテランさんですけどもやっぱり喋ってるとなんか片岡千恵蔵の話とかしてくるじゃないですか、そういうゲームしてます、それは面白い先輩、すごいミスター新劇ですけども、やっぱり一軒目ご飯食べててもなんか思んないなって思ってます、おじいちゃんちょっと話が長かったりとかするし、コンパ向きじゃないのについてきてるなと、ほんでヒロさんにちょっと井上さんちょっとついてきてるから言ってくださいよ、いやちょっと3人ですやんって言ったら、いや俺もそんな余裕はもう達人も大先輩やし、じゃどうせ多分店の前まで来たらしれっと2人行くやろ帰るやろ言うて、居酒屋ガラガラって入ったら達人とかも、ああ、ええ店やな、みたいな感じで、今まで一回も二軒目ついてきたことないのに、白子い顔して、ブワー入ってくるって。60過ぎたおっさんの白子い顔、また腹立つんですよ。先輩やぞ。いやいや、まあまあ、でもね、心の中では。でもそんな言えないです。ああ、どうぞってなって。で、座敷。何名ですか言われて、ほんま6名って言ってたんですけど、まあ、8名です、みたいな。ほんで、座敷にこう、先輩が座って。ほんで、僕電話して。あ、近くにおる。なんだ、迎えに行くわ。でもなぁ、とか思いながら、でも迎えに行った。ほんだら、他の二人もめっちゃ可愛い。そんな三人揃うことなんて、まあ、ありえないのに。うわ、めっちゃ可愛いけど、じじいおるか思いながら。で、そう言わんと引き連れて行ったんですよ、女の子は。ほんだら、こう入って行ったら、ヒロさん、中条さん、井上さん、柳さんという順番で、こう、座敷のドアがこう見えていくんですよ。で、僕が先頭で、あ、こっちこっち。女の子どんな顔するのかなったら、女の子も、あ、どうも。ってなったんですよ。なるわいと。
あれ隣の客にしたらちょっと近すぎるし、ね、はい、コンパやろうぜみたいな言ってる、なんかじじい紛れてるみたいな、えっていう顔して、うん、まあこれしゃあないなと。でまあ、女の子、うん、皆さんあの先輩で親戚の人なんです、うん、あそうですかどうもとか言いながら、うん、ほんで僕はやっぱ一番下ですし盛り上げなあかんということで、お酒飲もうみたいな、うん、じゃあどんなお酒飲むとか言ったら井上さんがですね、あかん若い子はお酒なんか飲んだらあかん、若い女の子はジュースかお茶にせえみたいなこと言うんですよ。ほんならそんなに強く言えへんのに女の子もなんかちょっと生きてるんですよ。ええ格好してなんか酒あって、え居酒屋来てあかんってな、まあまあええわ思って、まあまあちょっとエッチな話でもしようかなと、今までどんな彼氏と付き合ってたんですかって聞こうと思ったら、だんだん知らんもんにですね、わしらの時代は15円あった腹いっぱい飯食えたみたいな話になって食えたわみたいな話がまた長いこと続くんですよ。まあまあ、なんかチャチャも入れたんですけど入れようもないような、そうか、はい、で柳さんと井上さんでめっちゃ盛り上がるんですけど、うん、女の子もはぁはぁってなってるんですよ。うわどうしようと、このもう状況を打破しなきゃならない、はい、よっしゃ、王様ゲーム的なことどうでしょうか、ジャイケンをして勝った人の言うことを聞きましょうみたいな、うん、わしジャイケン嫌いやねんと、お前何しに来てんよ井上さんがジャイケン嫌いや言うて、ジャイケンわし嫌いやねん、ジャイケン嫌いやねん、それ見たことないわジャイケン嫌いって何やねんそれはカッコつけてんのか白っぽいのか何やねんお前お前何しに来てんよ、何しに来てん大ベテランですよ。普段はね、普段ならあなたって、あんな井上さんも仏の井上と呼ばれるぐらい優しくて、本当に演技も素晴らしい、後輩の面倒見もいい人に、シャレならんぐらいムカついてしまったという話。あんなことないですよ。平身伝統ですけど、普段。まあまあね。あんな怒ったことあったかな。さあ、後藤、はい、じゃあまあ、おかんの話なんですけども、うちのおかんなんかちょっとおかしいというか、うん、例えば僕のしてた仕送りで、50過ぎて、目を二重にプチ整形したりとか。すごいですよね。その年でね。それぐらいなんかちょっと取り留めもないわけなんですけども、まあ、僕が高校生の時、初めてその彼女を家に連れてったんですよ。ほんおかんちょっとピリピリしてるんですよ。なんやと、うん、どこの女やと、いうことで、ほんおかんのちょっと座り、ピザトースト焼いたから、うん、しゃれてる、ちょっと笑顔したい、はい、そんな普段出ないですよ、ないない、ほんで食べ、ほんでこう食べてたんですよ。ほんで彼女に、お父さんは何してるの、お父さんは普通の会社員ですけど、喋ってんと早食べとか言うんですよ。うわ怖いね。ちょっとピリピリしてるわ。ピリピリしてるね。ほんで、そのままもうちょっと部屋行くわ。ほ、うんで、部屋に僕彼女連れて入った。うん、ほな、おかんが、うん、ちょっと待ち、通し目たらあかんで。いらんことするんちゃうんかい。戸開けとき。はい、もう分かった分かった。戸開けといた。ほな、おかんが、ちょっと買い物行ってくるから、絶対戸開けときや買い物行くすごいね、めちゃめちゃ言うてくるんだよ、ほんでバーンと行ったんですよ。でもまあ行ったから、はい、行ったからここはちょっともう戸を閉めて、そうですね、ちょっと僕も、はい、まあね、ちょっとそうですよ、こそこそしたいわけです、はい、ほんで戸を閉めるわけですけど、だからおかんに言われてる分ちょっとこう引け目があってちょっとだけ開けといた、完全には閉めれなかったです、やっぱ僕も無理で、ほんでちょっと彼女と喋ってたら、ちょっとええ雰囲気になってきたんで、彼女にガバッと覆いかぶさって、さあキスするでっていう時に視線を感じたんですよ。えっと思って、パッと隙間見たら、おかんが覗いてるわけですよ。ほんで普通覗く時ってね、こう覗くじゃないですか。そうや、目だけ。こう覗いてる。両目で。しっかり見たいから。しっかり見たいから。両方で見る。おかん何してんねんって言うと、おかん顔をパッと下げたんですけど、つけてた眼鏡だけここに残ったんだ。ちょっと立ってからパッと取れた。はい、河本。はい。
話。はい、犬の太郎吉っていう話。まあ家族で犬を飼ってまして、おお、まあね、うん、楽しく過ごしてたんですが、うん、まあ親の関係で離婚することになりまして、おお、うん、で、まあ僕らはおかんの方に、うん、お姉と3人でまあついて、うん、でまあ引っ越さなあかんっていうふうになったんですけど、うん、その犬も連れてね行きたかったんですけど、引っ越し先が、うん、その犬は飼ったらあかんと。うん、はいはいはい、そういうことあるね。でこれでお姉がブチ切れて、うん、その親の勝手な理由で別れたのに、うん、なんで犬まで捨てなあかんねんと。そらそうやな、そむちゃくちゃやでっていうことで、うん、おかんと大喧嘩したんですよ、うん、でもまあ犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、うん、まあ、そうそうな、まあお姉が泣く泣くじゃあもう春吉をもう捨てようか、もうこれもしゃあないわってなって、でも3人でも大泣きですよ。もうほんまにもうこんなんで捨てなあかんって犬の気持ちにもなってみたらこれえらいことやで、うわーって泣いて、でお姉がこう抱き上げて、で太郎吉ごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ。で大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、お姉ちゃん貸してって言って、ごめんな太郎吉って言って、うん、まあ、山に、うん、そっと置いた瞬間、太郎吉ブワーッと走ってくる。太郎吉だ。言ってます。そんな逃げ方。悲しいな。悲しい。全く伝わってなかったよな。そのこっちの愛情。愛情はね。全く。一方通行やったな。と思いました。僕はデビューが萩本欽一さん、そうです、欽ちゃんの番組のオーディションに受かってデビューだったんですよ、で欽ちゃんっていうのは皆さん知ってる通り、うん、あんまり売れてる人を使わない、うん、あまり素人同然の人をオーディションで選んで、うん、その人たちをスターにするって人なんですよ、だから僕たち4月から始まる番組、うん、2ヶ月前から毎日稽古だったんです、もうこの国に選ばれたんですけど毎日稽古で、その時欽ちゃんが言ったのが笑いの仕組みを教えると、振り落ちホロー、はいはい、振り落ちホロー分かるか、振る誰かが振る、落ち誰かがボケる、フォロー誰かが突っ込む、振るボケる突っ込みで笑いが起きる、それを忘れるな、あともう一つボケというのはね自分でやめるな、笑い声、お客さんの笑い声が続いてるうちはボケ続けると、今のやつは自分でやめちゃうと、ボケっていうのはお笑い声が起きてるからボケ続けろ、そして突っ込みは突っ込み続けろ、そうすると笑いがどんどん大きくなって時にねビッグウェーブが起きると、笑いの、それはねもう客席が揺れるんですって、お客さんっていうのは普通にこう笑ってるんだけど、お客さんが揺れるほど笑うんですって、それを起こしたらスターだ、今まで俺の番組でスターになったやつはみんなそのビッグウェーブを起こしてる、だから頑張れっつって4月から始まったんですよ、で月曜日から金曜日まで毎日やる番組で、で金ちゃんが振る、僕らがボケる、金ちゃんが突っ込む、うん、笑いが起きるんですよ、さすが金ちゃんすごいなってことになって、で月曜日から金曜日までやってるんで僕らもちょっと慣れてきて、金ちゃんの一つの振りで僕らボボボってボケていったらどん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 笑いがつながってくるんですよ、そしたら金ちゃんが芸人としての血が騒いだんでしょうね、僕らの前に来てボケたんですよ、ボケるんだけど誰も突っ込めないわけですよ、そうか、ツッコミを教わってないから、うん、でも振るボケる突っ込まれると笑いが起きない、うん、でたまたま僕の前で金ちゃんがボケたんで、ボケた、うん、分かんないですけど、うん、思いっきり金ちゃんの頭をバカーン、若造がね、だって僕の前でいたから誰も怖いな、そうしたらお客さんがうわーって笑ったんですよ、ああよかったと思ったら、うん、笑い声が止まんないですね、なんだと思ったら、うん、後ろから金ちゃん思い切り叩かれてるから、うん、ちょっとよろけて歩いてたんですよ、それを見てお客さんたちがずっと笑ってるんですよ、笑いが続いてる、うん、金ちゃんはボケ続けてる、じゃあ突っ込まなきゃと思って、また走っていって金ちゃんがバカーンって泣いてたまたドーンって笑いが来たんですよ、やったと思ってさあっつったらまだ笑い声が止まらないなんだと思ったら金ちゃん後ろから思いっきり2発突っ込まれてるから、うん、多分軽い脳震盪を起こしたんですよね、ちょっとね今度
回り出したんですよ。止まんないですよ、はい、で緊張はずっと回り続けてるんでもしかしたら次のツッコミでビッグエンド起きるかもしれないと思って回ってる金ちゃん引っ張って今度は両手ですよ両手でバカーって引っ張ったらスタッフの舞台を閉めたんですすごいそれはあかんわもう分かんなかったんで一生懸命しかなかったんですよすごいなぁいやいやすごい話ですねあおはい車屋のおっさんの話なんですけどもう考えられない車屋のおっさんなんですよ見に行ってなかなか欲しい色がなかったんですよ黄色が欲しかったんですけどもう紺か赤しかないからもうしょうがないからもう紺でいいかと思って買いに行ったらたまたま黄色があったからこれどうしたんですかネットで調べてもそれまで出てなかったんでいや昨日入りましたとうわほんなもうこれ絶対運命やわー言ってもうすぐ申し込み金払ってで担当菊池ですと今後ともよろしくお願いしますと32、3ぐらいですかね結婚指輪はめたまあちょっとシュッとした外車のディーラーの子ですから爽やかな感じのまあようやってくれそうな子なんですよでまあこう申し込みしてであとまあ書類やなんやかんやかしてもねその途中で手違いがものすごいんですよその最初まあ菊池さんにだんだんもう腹立ってくるような例えばそのナンバープレートをこれにしてくれ言うたらもう全然違う数字で車検証上がってきたりとかお金振り込んだのにいつですかっていう電話かかってきたりとか何考えとんねんっていうことがものすごい続いてなんやかんやあるんですけどやっとまあまあ納車の日もうせっかくのその求めてた色もあったからもうできるだけ怒らんとこうということでまあ、納車今日終わったらもう何もないわと思ったら1時に来る言うても12時40分ぐらいから表でこうゴルフのスイングしたりとかしてあれもう楽しみやからね楽しみでその菊池ともう一人若いやつとで2台で行きますとそこの交番のとこを鋭角に曲がって最初のカーブミラーを右曲がりまんねんで言うてるんですけど最初かかってきた時そこまず通り過ぎてるんですよいやだからそこもう一方通行やからバックできへんからもう一回もう山手通り回っていかなあかん、うん、もうまあしばらくまた家ちょっとだけ入ってなんか水飲んでまた出て待ってたんです坂の上の方のその最初言うたカーブミラーのとこをこっちに降りてこなあかんもう 200m ぐらい向こうなんですよまた行きよるんですよまた一周やってまた電話して今のとこ見てますかと今のとこやもう黄色いのがそんな形で車見たないしね言って、はい、なんでここ来るはずのやつが何回も向こう行くのほんでまた2回目でやっと来てでも乗ってた方がもう一人新入社員の方をやったみたいなんですよで菊池は、うん、その会社の乗って2人で乗って帰る今の別の方を家の前止めてるんでこのガレージに止めてくださいとでこうバックでこういるよバックもそれが下手でもそんな狭い駐車場ちゃうんですよこう斜めに入って前へ出て今度ちょっとこっちなってまた戻してもう次やりますわって思った時にやっとスーッと入ったか思ったら家の前洗濯機を入れたんですよ最後の最後にそこにゴッチーン当たりよってもうそれでもぶっちー来て今までのこともあるからもう降りろお前樋口来いナンバーは間違う振り込みはまだかい電話あるカーブミラー何回も行き過ぎる全部言うたった最後の最後に洗濯機に当てるってどういうことやお前考えられんぞ申し訳ございませんいやもう許せんこの件はもう絶対水に流すわけにいかんお前今から会社帰って上司と連名で直筆で菊池と上司の名前なんか知らんけどなんとか部長かなんかの名前書いて反抗して詫び状をすぐ持ってこいまだ家におるから行けわかりました言って行きよったんですけど10分ぐらいしたらピンポーン来るんですよそんな早いこと戻ってこれるはずないんですよねその若いやつは返して菊池だけがドアの前に立っとるんですよ、うん、何やねん
この度の数々の不祥事、木村沢山にはもうお詫びのしようがございません。私いろいろあれから本社に戻りまして、言われた通り書類を作成しようかとも考えましたが、ここは責任を取らせていただくべく、会社を辞める決意をいたしました。じゃ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 。お世話になる。困るな。待てよ。困るな。困りますねそれ。そんなにね。待てと。お前が辞めようと思ってたかもしれんやん。なるほど。それは知らん。なんかこれをきっかけにお前都合のようにお前国会議員みたいにお前首でお前責任取るとかお前簡単なこと手段を取るなお前。ははん、分かった菊池。上司に言うのが嫌ってんな。はい。そうか。情けないぞ菊池。何の話なんだよ。何の話なんだよ。何の話なんだよ。だってやめさせたないからもうそこで。いや、お前分かる。上司とお前が普段からそういう責任を取ってもらえるような間柄を築いてなかったんやなと。それはでもお前に責任があるぞ。どないやねん。しかもどないやねん。菊池、お前の上司もそれは情けない。俺がお前の上司なら、お前のミス一緒に謝りに行ったるぞと。そういう間柄を気づかれへんかった上司にもお前にも問題がある。わかった。もう上司の直筆のサインはいらん。お前だけのもんでええから持ってこい。そして。やめるというのはもう聞かへんかったことにする。関係ないでしょ。関係ない。違う。何だこの話。何だこれ。何やねん。何カッコつけてんの。このヒューマンドラマ。腹立つやんか、やめさせ。元々車の客やったんでしょ。家族もおんやろと。お前男なら木村さん怒らせてしもったと、もう俺の商売分かってるよ、これもテレビで言う、それはもう覚悟せ、実名も出す、それはええな、はい。了承済みや。実際に了承済みや。で、お前がもし男として仕事のけじめ取りたいなら、俺がその車をもうええわ、もう乗り換えるわって言う日まで勤め上げて、それからやめるならやめて。そこまで。玄関で長いこと喋る。不動産屋にお前が再就職するならば名刺の一つも持ってきたら、あ、俺が将来家買うときはじゃあ菊池から孝太郎かいと、どんな、そう思われるような人間になれ。なるほど、なるほど。なんすか。で菊池玄関先で涙ブルブル。こんなにミスした私にそんな言葉をかけてくださるなんて、ありがたい言うて、もう分かった行け言うて、これからは男の付き合いや言って。渋い。また30分後来てピンポン押して、これあの木村様の恩情に感謝しまして詐称ですがこちらお納めください言うて、うちの会社の車はフランス製ですので、フランス産のワインでございます。酒持ってきたとすね。車にまた赤に飲んねん。そういうとこやぞ。ちょっと見たな。熱い信頼関係。なんでそうなったかは僕もわからないです。なんでそんな説教。小学校高学年の時ぐらいに、うん、学習塾ブームが起こったんですよ世間的に、うん、ああなんかそのみんな学習塾入れて、その将来のためにみたいなブームがすごい起こって、でやっぱそのブームに当てられたのがうちのおかんも、うん、あと塾行きみたいな言い出したんですよね、うん、ちょっとうちの親父がそれで聞いてめったに怒ることないんですけど急に怒り出して、うん、何もいかんでみたいな、うんあんまりその教育方針とか僕、親父には言われたことなかったのに、その塾なんか行くなみたいになって。で、おかんとえら喧嘩してて、ある日、親父がそのバイクに乗れって言って、うん、後ろ乗ってこう、山の方にね、ビューって行ったんですよ、うん。で、まあ、悪かったな、そのお母さんと喧嘩してしまって、お前には見せたあかん姿やけど、まあ確かにその、勉強でのし上がっていって、そう、しっかりした人になるっていうのは大事なことかもしれんけど、俺は、人間の一番の財産は友やと思う。うん、
その友達をもっと作るような環境にお前置きたい、うん、だからその公立の中学とかに行ってほしいし、うんうん、で、親父そんなこと考えててんよって、うん、で、まあそのなんかいい感じのこと言いたかったんでしょうね、うん、そのちょっと川に行こうって川行って、うん、まあ、石投げたりしながら喋ってた時に、うん、こう亀がおったんですよ、うん、結構大きめの亀が、うん、で例えば友達がいなかったら、うん、本当に寂しい人生になる、うん、この亀見てみろってカッと亀捕まえて、うん、カーン裏返して、うん、この亀も一人ぼっちやったら、うん、このまま死んでしまうんって言ったら、うん、野生すぎて首伸ばしてガーッとブリッジでこう立って、やっぱ野生はすごいなってことは学びました。やっぱ野生はすごい、一人で生きていくし、亀十分生きていく。野生すぎてかどうかは分からんけど、これほんとちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス東京ガスからの紙が来てて、普段 見ない紙で開けてみたら、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、うん、ほんであの後から分かったんですけど、最近引っ越したんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、うん、最初の月はなんか払い込んでくださいっていう、そういうのがあるみたいなんですよ、うん、で僕それを忘れてて、最初の月の払い込みだけ忘れてて、うん、ずっと引き落としになってたんです、うん、でもその最初の月の分が払い込まれてないんで、ガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、うんうんうん、でまあ酔い ながらもこれもう、あ払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えない、ちゃんとそこに行かなあかんやつなんで、部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思って、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、あのボールペンでガス代忘れないって書いてテーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、あいやおはようって言ったら、うん、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、うん、え何その感じって言ったら、うん、え別に、うん、いや違うやんそれ言うてやなんやねん、うん、って言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジですよ。でそれでもわからないから、ガス屋が誰かがわかんないから、ガス屋は忘れないっていう、そうそう、ね、ガス屋よりわからないから、ガス屋誰やねんっていうか、そういうのおしゃれわからなくて全然わかんないです。ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前なのわかんない。いや誰よ、気持ち悪い名前ですし、誰よそれって言ったら、その紙を自慢げんだして、バカじゃないの言って、でそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見てもうなんかわって分かって、説明がするのもなんか怖いじゃないですか。何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ。あのですね、我々その吉本興業ね、いろんな芸人さんいますけども、僕はね過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木くんっていう子がいるんですけど、本当にもうピュアで、まああのいろいろ天然とかいう芸人さんいますけども、僕はもう自然やった。山とか、風、風、ヤギ。自然界のもの。自然なんですよ。ピュアすぎるんですよ。まあ、京都の田舎で育って、ほんで、18歳で初めて大阪に出てきて、芸人になった時に、僕とですね、あの、剣道小林と、ほんで、その18区のヤギ君と、3人で大阪の、南という町をこう歩いてたんですよ。ほんなヤギ君、その、路上で生活しておられる方を生まれて初めて見たんですよ。でまあいろんなとこ、こう寝てはるじゃないですか。はいはいはい、ああ
ってなって。ピュアやからね。この、何してるんですかって、僕と小林に聞くんで、俺と小林が、ここはちょっと行っちゃったということで、いや、死んではんねんと。はい。ってなって、はい、そんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場二丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたらドーン入ってきて焼きが嘘つかないでくださいよって、何のことも分からへんからええー、って言ったらその発言を信じて僕ずっとあれ以来そういう人を見かけたら拝んでたんですよこんな何を拝んだねそれ怒られるわね怒られるとえんでもないとそりゃそうですよこんなねピュアな八木君が、うん、ボンボンやねんな一切そうなんですボンボンですよすごいらしい俺もいい子いい子って育てられたんでそういうすごい、まあ、ピュアで、うん、ちょっと前ですけど夕方にね金八先生の再放送やってたんですよそれをみんなこう芸人で見てたんですよ、はい、ねこんなもんなんか知らんけどもう八木がうーん言うてるんですよ鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよほらそのドラマでやってた内容がその金八先生の息子さんが白血病かなんかで輸血せなあかんとでその息子さんの血液型が RH マイナスで血がないと言うてるシーンやったんですよほんで焼きが言い出して僕ね RH マイナスなんですよやばいぞやばいぞ思ったらまだ間に合いますかねこれ芸人全員がヤギなるよ何言ってんの何って言うたらヤギが、うん、あそうか先生再放送やドラマやドラマやすごいなピュアーやなマジでやるなやるなこれはいいですよ。おお、あら、田村。はい。続き。その後、まあその後、友達の家とか泊めてもらったんですけど、友達のお母さんが、まあお兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで、兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよ。よかったよ。で、あ、まあよかったよかった。3人住んでたんですけど、まあお金が当然なくて、高校生の時なんですけど、晩ご飯に白ご飯1膳だけあると。1膳は食べてもいい、はい、それ以外は食べたらあかんみたいな状況やってだからこのご飯1膳でお腹を膨らさなあかんと、うん、極限まで、うん、どうしようかって3人相談して、うん、噛み続けようっていうことになったんです、うん、米をひたすらに、うん、でまあ噛んでたんですよ、うん、ほんなら、まあ、お米ってだんだん甘みが進むんですよね、うん、噛み続けて、まあ、やっぱなくなっていくんですダメなことに、うん、なくなっていくんですけど、うん、その噛み続けたら、うん、もう一瞬ふわってする瞬間はい、でこれをすごい発見やして田村家では味の向こう側って呼んでるはい、はい、僕はマンションに住んでるんですけど、うん、あれって皆さんゴミとか生ゴミとか絶対前の晩に出しますよね、うん、その日決まってても本来あかんかっても、うんはいね、マンションなんで、はい、ほんでいつもの通りね、うん、こうマンション降りて、うん、階段降りて生ゴミ捨てに行こうとしたら、うん、おばさんがね、はい、散らかした散らかってる生ゴミを素手でこうやって集めてるんですよ、うん、はいほんでもうチッチチチ言いながらやってるんですよ。でそこにこう捨てようとこう言ったら、こら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 って言われまして、はい、もうあんたらやな言うて、前の晩にな、もう決まりやから、前の晩に出したらあかんねん。私いつもな、これ誰に頼まれたわけでもないのにこうやって掃除してんねん。はい、あんたらがそんなやるから私こんな仕事増えるやんかみたいなこと言われて、いやそれすみませんって鬱陶しい感じして、で一応部屋に戻ったんですよ。ほんでね、ベランダから下見えるんですよ。日が変わったから、はいはいはい、12時を超えたからもう今日や思って、まあ、見ておばさんもおれんから捨てに行ったんですよ。ほんだらこらこらこらって聞こえるんですよ。パッと見たらおばさんがこうベランダからこうやって見てるんですよ。ほんでもうそっからもう顔見られてるからこう動けないまま、うん、ほんな階段降りてきて、
またあんたかみたいな感じで、いやもうおばさんあれですやんか言って、あの日変わったからもう今日ですやんか、いやそれでも夜にこうやってしてたら、あの猫が出るからこうやってまた散らかるやんって、散らかってのまた素手でね、こんなんって素手でのまた私また仕事増えるやんみたいな感じで言われて、もうあのほんないつなんすか言って、いつなった朝なんですか言ったら、そんなもんあのカラスが鳴いたらでしょって言うんですよ。カラスっていうのはなんか夜飛べへんって言うんですよ。朝カラスがないともう朝と認めるよ言ったから、もう腹立ったからカーって言うだったんですよ。もう目の前でカーカー言うだったんですよ。ほんならほんまにドラマみたいに、どっから来たんだろうねこの悪いカラスはって言うて僕の方を詰めたんですよ。いつもいつも何やって、うん、ほんで僕の生ゴミを取って、うん、袋取ってそこに捨ててくれたんすよ、うん、ほんでもうなんか粋なみたいな感じで食われて、何やろこの話、帰ったんすよ、はい、もうなんかどうしていいかわからんで落ち着けへんから、うん、もうほんで風呂入ろう思って、うん、風呂のこう鏡台があるんですね、風呂脱ぐ時に、うん、服を脱ぐ時に鏡台にあるんですよ、うん、でパッて見たらあれと思ってこさったら、うん、なんか腐った生肉があったんだよ。めっちゃ臭い生肉がめっちゃある。腐って気持ち悪い。腐って気持ち悪い。はい、うちの家ものすごい貧乏なんですよ、すごい、うん、ほんで貧乏やねんけど、やっぱりその母親72なんですけど、内臓の病気に一回もなったことがない、入院もしたことがない、ただ一回だけあの入院したことありまして、あの中学校の時でしたんですけど、あの僕と母親2人やって台所でね、母親が急にひっくり返ったって言うたんです、うん、何がひっくり返ったんやと、もしかしたらフライパンとか熱い鍋がひっくり返ったかなと思って、台所でパッと回って1個しか部屋ないですからパッて見たら、母親がズボンパッてこうずらしてるんですよ。ほんならね、あの G はしてたんですけど、G が悪化すると脱肛ってなるのご存知ですかね、脱げる肛門って書くんですけど、はい、あの猫みたいにお尻からポンとこう卵状のやつがポンと出てきて、もうとにかくもう動けないらしいんですよ。これをあのイボジ評会ではひっくり返ったという、ひっくり返ったっていうのが止まってるんです。ね、これ専門用語というのがひっくり返ったで、俺はもうドキマキしてどうしてええもんか分かれへんと、そりゃそうよ、おかんは救急車呼んだほうがお金かかるからって言うわけさ、どうしたらええねやって言ったら入れてくれと、それを中に入れてくれと、中に入れたら全く痛くならないんですよ。で今はもう痛いんや、めっちゃ痛いが出てるんだ、もうだから腸が出てる感じですから、もうひっくり返ったら風が吹いて痛風みたいな、風がもうパッと吹いてれば神経過敏ですから、はい、でもしゃあないから、あのもう僕親ですからね、もう俺しかおれへんと思って、もう涙流しながらこうブルブルブルしてるから、入れたらええんかよって、入れてくれよからゆっくり入れたらポンって入った、もう痛くないんですよね。お前さ、ポンって入って全然痛くないと、ほんだら、ま、あ大丈夫なとこならまたポンこうなるんですね、ひっくり返した。もうこれはどうしようもないと、もう僕入れてもポン入れてもポン、だからキリないと、キリがないから、もうおかん救急車呼ぶわってで、救急車もうしゃあないから呼んだんですよ、うん、ほな恥ずかしいですね、バカおかんでも女ですからこの体勢でお尻で動けない、ほなもう見せんといてくれと、救急隊員には、うん、見せんといてくれ言うてもしゃあないから、僕お尻こうね、その部分と、まあ、まあお尻とここのね部分をこう隠して、ほんで普通は乗って担架で行くんですけど、おかんこのままずっと行って段のとこあるじゃないですか、でさっきね救急隊員が行かないとか、僕ちょっとだけ入ってたんですよ、段のとこにこうガタンってした瞬間に、おかんがメーって言うて変更しやがって、ほんならまたボーンってできた瞬間に隊員さんが前でバー笑い出したんです。ほんならおかんもそれ見てブルブルって笑い出したら、あの
イゴジラブラブラブラ。もういやもう壮絶やんか。強烈やな。ある種羨ましいな。そうですね。そんな体験ないですもん。うん、それで勉強だったな。ひっくり返ったっていうんじゃないか。何やろうな。に見えてくるわ。もうお年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくる。そう今までの思い出は関係に何もせんのもん。そうそう、親戚に満金で面積した時あの時しかないですよ。ほんならお母さんが向こうからさあ来て、あんたそんなんだから言うたやろ一回来とけ言うて、いやその今言うてもしゃあないやんけそんなもん、もう半ズボンやろ、いや半ズボンのおかしいやんけって、俺に言うてもしゃあないやんけとかでわーっておかんと揉めてたら、その親戚の中での一番長老的なおじさんが、貸し衣装があるかな言ったんですよ。知る、ね、ほんだ俺とおかんが、いやだからそんなん何だって一瞬にしてこうお花畑の世界になってまとまったんやびっしりよかったそうやわなるほどね師匠やわ言うていこうかな思ったらまた半ズボンのままさっきのロビーでこうなったうわどうしよううわさあないコソコソコソっていったらほ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 らドカンってなってました一回通ってて半ズボンおったで嘘つけそんなもん半ズボンがおるわけないやおんねんでほら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 笑い倍なってんですよほんで貸し衣装のところ行って、まあ、借りて事なきはいたんですけど上と下がちょっと違う微妙な黒の違いでお写真を撮ったというで何でも間に合いましたよそれは何でやろう後から電話したんですよ、すいませんって半ズボンやったんですけど何て言うんかなと思ったんですけど木の絵を打ってあそうですかすいませんってタメ口だったのもうすごい敬語で申し訳ないすいません半ズボンですかすいません申し訳ございませんもう全部上も持ってきていただいたらさらに変えますんですいませんいやいやあのほんまに式終わったんでねいやいや本当にあのもうすいませんでした申し訳ございませんでもどうしてこんなこと起こったんですかね知らんがなそんなことなんでお前が俺こっちに疑問なんだよなんででしょうねって言いましたけどだけど聞かずのままでねその質問が腹立つなすごいな勝がないですねあのー、僕はあのちょっとものすごい悪い子供を見た時の話なんですけど僕はあの大型の電気屋さん行くのものすごい好きで、はいはい、なんか電気屋さん入ったら 1.5 倍テンション上がってまうみたいな、はい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 、なっててうろうろするの好きなんですけど、はいはい、わーって後輩だろ言っとったら後ろの方で、おっさんの声でやめなさいタックンやめなさいっていう声が聞こえてるんですよ。何回なのでパッと見たらおっさんがダイエットに効く乗馬マシーンで、ブンブン揺れながら、タックンやめなさいって言ってるんですよ。多分、タックンという子供が乗った瞬間にマックスにして逃げたんですよ。なるほど。で、タックンやめなさいって言って、ね、自分で止めないんですけど、揺れに弱い人なんですよ。やめなさいタックンってわーなってるんですよ。物は誰もいないんですよ。で店員さんが来て、ああ大丈夫ですか。じゃ止めて、ああ言って、そのお父さんが走っていったら、タックンはマッサージチェアで寝てるんですよ。タックンものすごい悪いなと。普通は自分のやったら見るやんみたいな。でまあまああんな子供ものすごい悪いみたいな。わーってまた歩いとって10分ぐらい経ってから、またさっきのおっさんの声で、タックン返しなさい。タックン返しなさい。なんでしょ。何でしょう。パッて見たら、おっさん立っとるんですよ。ほんで、タックもここにおるんですけど、さっきよりね、おっさんの方が盛り上がってんすよ。ね、なんかな思ったらここに、低周波治療器コーナーって書いてあるんですけど、多分つけて、タックにリモコン取り上げられて、桃のマックスにされてると思うんですけど、タックやめなさい返しなさい !5 秒なんかタック返しなさいタックなんかフリーダーみたいにタックに泳ってるんだ。タックタックマイケル・ジャクソン並みに悪いなタックンこれは10年ぐらい前に、うん、僕天然素材やった頃の話なんですけど、最終の新幹線で帰る時に、うん、バッファロー頃の木村さんが、はいはいはい、ちょっと今日ものすごいちょっとたまらんのよって言ってでそんなことめったに言わないんですよ、うん、でたまらんのよぐんぐんしてるだもう大輔ちょっと女の子ちょっと誰か知り合いおらへんかなみたいな知り合いあでまあ今晩みたいなことしましょうか言うてまあついてもう居酒屋行って用意したんですよ、うん、
ほんで行ったんですよ。ほんでこう、3-3ぐらいで、もう一人、ヘビイチゴの高橋やつと、木村くんと、僕3人で、女の子3人で。ほんで飲んでて酔っ払ってきて、どれが好きみたいな言うて。ほんなら、2人僕やったんですよ。で、1人女の子が高橋みたいになって、木村さん持てへんかったんですよ。ほんなら、まあそんなもんやな、言いながら、もうええわ、言うて。で、なんか酔っ払って、女の子の、こう、ここの、ここに、ちょんまげって言うて、やり出したんですよ。で、ちょんまげってやって、で、ちょんまげってやって、ここに笑いながら座らはったんですよ。ほんなら女の子が、いや、何これって言うて、パッて見たら、こっからこう、ここ、糸引いてた。行きます。僕吉本新喜劇というところにいてましてですね、全国ツアーというのがあるんですけども、うん、まあいろんなところ行くんですけどね、全国ツアーというのは大体まあ2泊ぐらいずつしていくんですけど、そうなるとこう楽屋でみんなたくさんおるんですけど、晩ご飯を食べに行くメンバーというのはいつもこう決まってしまうんですよね、うんうん、で僕入りたての時に吉田博さんと、まあ、中条さんという方と、あと井上達夫さんという、まあ、達爺というね、もう大ベテラン60歳ぐらいのおじいちゃん役の人ですよ、で柳浩二さんという、まあ、チャースでおなじみの方と5人でいつもご飯を食べに行くんですよ、で若者チームとおじいさんチームでえら若手という縮図でいつもご飯食べるんですけども、おじいさんたちはまあ60ぐらいですから1軒目でもうご飯食べたら帰りはるんですね、で若者3人でいつも飲みに連れていただくということになってた時に、3人で飲んでる時にまあこんだけ全国ツアー回ってていつもこのメンバーちょっと辛いなと、なるほど、何回かこう女の子と飲みたいな、そういう店行くのもええねんけど、なんか知り合えたらな、2泊もするしってのことを常々おっしゃってたんで、チラチラと、まあ一番スタッパーとしては何とかしたいけど、でも全然もうそんな女の子なんか知らないし、どうしようと思った時に、長崎の一泊目の時に、僕がタバコを買いに行った時に、女の子に、あっって言われたんですよ。あ、どうも、あれなんで知ってんのみたいなこと言いながら。ほんで、長崎の子、一人やったんですけども、一緒に飲みませんかみたいなことを言ってきたんですね。で、いや、僕らも明日ちょっと早いからもう帰んねんけど、もしかよかったら明日俺らおるから、3人連れてきてくれたら、こっちも3人おるし、汗一緒に飲みませんか？あ、おう。はい。去年の末ぐらいに子供が生まれまして。おう。で、一人目なんですけども、ちょっと親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて、僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ。あるかな、はい。で、これはたまに親父らしいとこもバンと見せとかなあかん、嫁とかにと思って、で、ある日、嫁が、お茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものを、つけんとやってたんですよね。ほんなら、なんかガンと当たって、グラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、で、そのままやって言って、動くな、はい、今から俺がそこ行って、もう電気つけて掃除機でやろうよ言って、はい、ほんで、待っとけ言うて、一歩目バリって踏んだ。こけて、柱にドインと頭打った瞬間に、上げたことない悲鳴がダーって言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おぉ、おぉ言うてたら、嫁がどないしたんやから、踏んだ言うてたら、嫁が待っとけ言うて、タン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 来て、電気パンつけて、足の裏バーン見たら、おかきやったんだ。びっくりしよ、絶対苦しいよ、思うもんな。こんな痛かったの。泣きそうなぐらい痛かったのに。ノリみたいなのバーッついて。あれはびっくりしました。はい。僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども、名古屋の松川屋老舗という、まあ、おまんじゅう屋さん、大きいとこなんですよ、百貨店とかにも入ってる、すごい大金持ちのところに、嫁ぐことになったんで
ですね。で、あ、やりよったなと思ったんですけど、うちとしては結構大騒ぎじゃないですか。僕その時漫才師だったんですけども、全然売れない漫才師、名古屋には名前とどろいていない、髪の毛も伸びた金髪にしてる人、ちょっとこう妹にこう恥ずかしい、向こうの旦那は言うと伝統芸能のクラブに入っててみたいなってるし、全然ちょっと言い換えが強くて、これかなと思ってますけど、あなたの指揮出る時に略礼吹きや略礼吹きや、普通にスーツで行くのに違うわ、若者はちゃうねん、僕が太いやつあるじゃないですか、おじさまが結婚式を着てる方がいろいろ、そんな感じのこの襟のところ思ってバーって言ったらですね、百貨店だけどちょっと高いんですよね、まあ、ちょっとお前どうせ多分この時しか着いひんから安いの買おう思ってバーって言ったら、もうここの紳士服どうやって成形立ててんねんろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか、大阪の下町ですから、まあ、そこに略礼服って19,800円になったんですけど、あ、ちょうどいいかなってこれ行こうってすいません、あれどうなっちゃうんですか、略礼服、あ、珍しいな、略礼服なんですよ、どんなとこでもいいけど観光存在全部最近まだやしっていうのもあんな、まあね、それが気分になってきた、こういうことですか、あ、そうか、それはもうね、恥ずかしかったな、いや、お兄さんとしていっぱいあるよっしゃ、これは見たろうか、これどうですか、あ、ほなら、日曜日だっけ、そういう時金曜日なんですよ、お前やったら明日もう一回って来てもらわなかったけど、妹さんのためや、お前1時間増加します、来てこい、俺は社長って、ほんでもうその来たままブワーって行ったんですね、ほんでエレベーターこう待ってたらもう子供たちが来てキスキス笑ってるんですよ、また笑い画面そんなもん関係あるやんお前関係あるなんやお前ちょっと子供に面食ったりとかしてでエレベーターバー降りてったらもう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ、
何階上もあるから、そこを抜けないと小屋吹き控室行けないんですよ。エレベーターの隙間からこの人見ながら、うわ、ここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけど、もう事件もだんだん迫ってるから、ほんでもう、ささささって泥棒みたいな感じで、さささささってこう早く行ったんですよ、ね。そしたら、うわ、半ズボンや、半ズボンやって、ドバーンって言ったんですよ。めちゃくちゃ恥ずい。もうまたでかいから目立つぞ。相手方の親戚に見られたかなと思って、うわ、見られたないなと思って、小屋吹き控室なんとかやってバッて開けたら、もう、おっさんとか親戚のおっさん、ドカーン笑うて、半ズボンでこれかいや、ちょっと待ってくれと。いや、おもろいのは分かると。意味分からんの分かるけど、もう笑うん、ちょっとやめてよ。みんなもう、女、お前なんか、カズトヨが半ズボン履いとったのが、そういう。パッと隙間見たら、おかんが覗いてるわけですよ。ほんで普通覗くときってね、こう覗くじゃないですか。そうや。目だけ。こう覗いてる。両目で。しっかり見たいから。しっかり見たいから。両方で見る。ほんで、ほんで僕ももう腹立って、おかん何してんねんって言うと、おかん顔をパッと下げたんですけど、つけてたメガネだけここに残ってた。立ってからパッと取れはい、河本はい、どういう話はい、犬の太郎吉っていう話、まあ家族で犬を飼ってましておまあね、楽しく過ごしてたんですが、まあ親の関係で離婚することになりまして、で、まあ僕らは、おかんの方に、お姉と三人でまあついて、で、まあ引っ越さなあかんっていうふうになったんですけど、その、犬も連れてね、行きたかったんですけど、引っ越し先が、その犬は飼ったらあかんと。はいはいはい、そういうことあるね。で、これでお姉がブチ切れて、その親の勝手な理由で別れたのに、なんで犬まで捨てなあかんねんと。そりゃそうやな。それむちゃくちゃやでっていうことで、おかんと大喧嘩したんですよ。でも、まあ犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、まあお姉が泣く泣く、じゃあもう春吉をもう捨てようか。もうこれもしゃあないわってなって、でも3人でも大泣きですよ。もうほんまに、もうこんなんですってなあかんって、犬の気持ちにもなってみたら、これ偉いことやで。うわーって泣いてんで、お姉がこう抱き上げてんで、軽口ごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ。で、大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかん。